はい、こんにちは。レクセン人講師の矢島です。えー、本日はですね、まあ、本試験で、まあ、高評価を得られる答案の書き方というね、えー、テーマでお話をしたいと思っております。で、私の方で、あの、レジュメをね、一冊用意してますので、そちらを開いてください。で、一ページのところなんですけれども、まあ、最初にね、初めにっていうところですけども。まあ、今日、ちょっと司法試験の、ですね、平成三十年の民法の設問一を、ちょっと題材にしまして。まあ、それで、あの、どういうね、思考をしていくと、まあ、本試験で、高裁員に、こうね。いい評価を得られるのかっていうのを、ちょっと、こう、考えていきたいと、同時に、まあ、その、そういう。 いいね答案を書くためには、まあ、まあ普段からどういうところにこう気をつけてそのインプットの、ね、学習をしていかなければいけないのかとかそういうところも含めて、ね、ちょっとこう学習方法全般についてのお話なんかもしながら、ね、やっていきたいと思ってますね。あとちょっとこれ趣旨がずれるんですけど今日あのこの授業、ね、1ページ目にある通りあの,月のまり、あ、令和2年の、ね、9月の12日なんですけどあの昨日法務省の方から、えー、来年度の,その司法試験と予備試験の試験にて発表されましてでそれはの例年通り5月スタートになりますので、まあ、あの十分ね法務省の方であのちょっとこう願書の出願時期と書 確認してですね、あの漏れのないようにねしっかりと準備をねしていただければというふうに思います。えー、では、えー、で今日1ページのちょっと目次を見てください。これからどんな話をまするかというとまずですね学習の手順。 というのをちょっとお話し,しまして、でその手順に従ってね、まあ、この手順というのは要はいい答案をね、いい評価を得られるその答案の作り方ってことになるんですけど、それをお話しした後にちょっと一緒に平成30年の民法のね司法試験の問題をちょっと見てみて、でそこでその見た段階でねまずどういうことをちょっとこう書くべきなのかっていうのをちょっと自分の頭で少し考えてもらいたいんですよね。でそれのと出題主と採点実感をこう見ていくんですよ。で実際あの採点実感ってのは後で改めてお話し,しますけど将来の十 試験生に対するメッセージっていうコンセプトでこれ出してますので、まあ、あのこれをねあの、まあ、たまに難しいこと書いてあるんで、まあ、その難しいところはまあちょっと勉強の効率考えてねパスしちゃってもまあいいんですけどもそこ取り入れられるところに関してはやっぱ取り入れない人よりはよりはね取り入れた人の方があのいい評価がまあ得られますので、まあ、そこでちょっと自分が頭の中で考えた答案と、えー、そのね採点実感で試験考査員が求めてる答案でそれ多分完璧にはなかなかできないと思うのでそのまずギャップを知るとそしてそのギャップを知った 後に、まあ、そこをねどういうふうに改善したらじゃあ本試験でそのいい評価が得られるのかということをです、ねまあ、考えていってもらいたいんですよね。でそれを今日ちょっとやっていくとでその考えた後にじゃあとに例えばこんな感じの答案はいかがでしょうかみたいな感じでそれでまあちょっと私の方で作ったねちょっと回答例をまあ見てですねでそれでいいのか悪いのかなんていうのをまた改めて、ね、考えていっていただ,いただければという,ふうに思いますね。ねと同時に今回の債権のまあ問題なんですけれども、まあ、民法のまだ債権、ね、法が、まあ、2020年の4月1日から新しい債権法が施行されましてでまだ慣れてない方が 多いんじゃないかと思うんですよね。なのでまあ、ちょっと時間が余ったらまあ、このレジュメにですね。その債権法のまあ、本当に大事なところのね。知識をちょっとこう抜粋してきましたので、まあ今後の試験のためにですね。ちょっと債権法の大事なところをこう体系的にまあ理解をしていきましょう。というのがですね。まあ、本日のま趣旨ということになりますね。じゃあそんな感じでやっていきましょう。 えでは、えー、2ページのところをご覧くださいまず第1の学習の手順というところになりますが、まず、ねこ,ういいまあ、こういうふうにやってもらいたい、論文の勉強はこういうふうにやってもらいたいという話なんですけども、えー、まず縦1、2ページの、ね、第1の縦1のところですが、まあ、法務省のウ,ウェブページであの公開されてます。ます、あ、過去問、ねえー、の問題文をまあ印刷するなど、まあ、どこかであの買うこともまあできますけど、まあ、こう印刷できますので、ね、そこでちょっと問題文を入手,入手してもらいたいと。で名を書きののところでですけどあのやっぱ最近こう試験の傾向でどう あのだんだんね頭を使う型の問題が、まあ、司法試験はもちろんあの予備試験でも本当令和元年以降、ね、すごく頭をあの使わせるような問題がこう出るようになってますので、まあ、最近の傾向をつかむためにあの直近のやつからちょっとこうダウンロードしてもらいたいなとただしあの出題のと採点実感ってそれ合格発表の後にあのこに公表されるものなんであと、えー、でねちょっとその問題文だけこう見てで答案書いてそのまま書きっぱなしっていうんだったらあんまり意味がないから、まあ、出題のと採点実感と見比べて ね、ちゃんと自分がその試験講ー員が求めてることに答えられてるのかどうかっていうのちょっと自己検証する必要があるんですけどその自己検証をする必要があるという観点からまた趣旨と実感が、ね、あの発表されてないやつはちょっと待っといてもらいたいんですよねだからまあそういう意味で出題の趣旨と採点実感が発表されてるもののうち直近のね、えー、その過去問の問題文をまずはダウンロードしてくださいという話になりますそれが縦1の話になりますね。で今度縦2のところですけどもでその問題文を読んでですね、まあ、皆さんまず自力で答案構成をするんですね。 で、えー、この 短時間で不正確な答案構成してもねあのその,後のあの学力向上に役に立たないんですよだからとりあえず時間測らないで、まあ、いいですからその今そのね、えー、皆さんが持ってるその学力ね基本知識も含めたその学力を駆使して、えー、どういうふうにこうね答案構成するとその問いに答えられるのかっていうところはしっかりまずやってもらいたいと思うんですね時間測ってやるとかそういうのは後であのでそういうの基本ができてからねやればいいんで、まあ、まずは時間測らずその今持ってる自分の知識でちゃんと少なくても問われてることに答えられるだけの能力があるのかどうかね そこの検証にもなりますので、まあ、時間はかんないで答案構成をしてもらいたいなということになりますね。で、えー、この,書きのところ縦2の書きのところなんですけども、まあ、この段階でですね、まあ、基本知識大体いい答案構成するときに、ね、もう何書いたらいいか分かんないってなったらそれも基本知識が明らかに足りませんから。まあそう そういうい点でね、まあ、基本知識の理解が不十分であることは気づいたときはこれ結構時間かかりますからね基本知識足らないってあの気づいちゃったらそれを広告服するにはまあそんな1日2日でできるようなことじゃありませんから、まあ、手遅れにならないようにね、まあ、計画的に要は試験の日をこう目標にね逆算してじゃ今なれば何をどの科目をねどれぐらいこう何回回せばいいのかっていうのを自分でまあ学習計画を立ててまあ回してもらいたいという話になります。 そして今度、縦算のところですけれども、まあ、答案構成したらね、まあ、その縦算のところで、まあ、法務省のホームページの方で、答案用紙、あのダウンロードできるようになってますから、まあ、それダウンロードして、あの実際、答案を書いてみてもらいたいなというふうに思うんですね、でここもあのこの段階ではまだ無理してね、時間測らなくてもあの大丈夫です、あの雑な答案適当に書いてもね、今後の,あの自分の学力向上にはあまり役に立たないので、まあ、ここ別にあの上のね、答案構成のときと同じように、今、持てる力で、そのね、どこまでのことがそのできるのかっていうところをね、ちゃんと と検証するようにしてもらいたいと思うんですよねそして今度縦4のところですけども えー、で法務省のウェブページでまあ公開されています、出題の趣とか採点実感ね、これ,でこれ読むんですよ、しっかりと。で、そこで自分が作成した答案とね、出題の趣採点実感を見比べて、でまあ当然、そんな初めて答案書いてね、完璧の答案なんか絶対できませんから、まず。なんで、必ず改善すべき点っていうのがあの発見されるはずなんですね。なので、その改善すべき点があるかどうかを検討し、で絶対ありますからね、でまいろいろ思い浮かぶと思います、その時なので、まあ、何かか思い浮かんだことがあれば、まあ、出題のや採点実感の、まあ、自分 受験生の時は、ね、その余白にい気づいたことをメモしたんですよ、まあ、こういうところができなかったとかこういうところがこうできたとかねで反省点とかねいろいろそういうのはあのメモをまあしておくんですね。でさらに、えー、この3行目の途中のとこですがさらにそこで思い浮かんだ改善すべき点についてこれね部分的にでもいい,い,いからすぐにねその部分だけ答案をちょっとあの書き直してみるといいと思います作り直してみるその部分だけねあの全部作り直すってそれは時間足んなくなっちゃうと思うんで皆さんお忙しいでしょうからその全部をまたこの段階で一からやろうとするとちょっと時間足んなくなっちゃう からまあ、少なくともなんかあ自分は足んなかったなど改善すべき点があるなというふうに思ったらそれを思った時にすぐやった方がねやっぱ効果があいい効果的なんでね効率がいいので、まあ、それをすぐにやっていただきたいという話になりますねそして、えー、この段階で、まあ、その問題と回答にね必要なその基本知識というのがまあ,ありますのでそこでその理解をね、まあ、深めてまあいくということになりますね。だいたい改善すべききき点が出てとにに、ね、のの書き方うう問題もあると思うんだけどそのそれ以前にその 回答するにあたって必要な基本知識のね理解が浅いとかまああるいは記憶ができてないとかねまあ、そういうところにこう問題があることも結構あると思いますからまあ、それをこの段階でちゃんと理解と記憶をね基本知識の理解と記憶をちゃんとこうやっていってもらいたいということになりますねでこれやっぱ時間がかかるんでね試験直前に気づいちゃったらちょっともうそねそれ厳しいじゃないですかでそれは早くあの自分の弱点をねこう発見していくっていうのがますごく大事なんじゃないかなというふうに思いますね。 そして、えー、縦4の、えーまあ、中のところなんですけれども縦4の1個目の中のところなんですが自材、まあの人とか採点実感なんかを、まあ、何度か読んでもねやっぱこう難しいことが書いてありますので、まあ、そこをちょっとこう分かんないのを無理してあのこう、ね、読み解こうとしても時間がちょっともったいないということで、まあ、全体の学習効率ね試験科目1科目だけじゃありませんからねたくさんありますので、まあ、全体の学習効率ですね考えて、まあ、とりあえずパスしておくといいかなと思います。あのそのの、ね、パスしたこととって後でで、ね、学習が進んでくるい、まあ、いろいろ知識の 理解が深まったりとかあとかあ特に大事ななのは法的思考能力なんですよねどの科目でも、ね、最終的には丸暗記じゃなくてねその利益考慮ができるかどうかっていうそれがまあ法的思考能力なんですけどね問題を解決するのにまあ必要な法規範っていうものがあってねでその法規範にその問題文の事実をまあ当てはめてまあ適用してそれでまあ一定の結論を出すっていうのがそれが法的三段論法なんですけれどもその訓練をしていくと、えー、結局その各科目でも必ずこう対立利益というのを発見できるようになってくるんですよ。そのの対立利益を考慮するための要はバランス バランスを取るための道具っていうのが、まあそれが法規範であってで、そういうバランスを取るという趣旨からその規範ができているってことになれば、まあ、その当てはめすると時もそういう趣旨に従ってまあ、当てはめをしなければいけないんだって。のことがだんだんわかってきます。で、それが法的思考能力なんですよ。でも、それはすぐにはあの身につく能力ではありません。最初はどうしても丸暗記になっちゃうのね。あのまあ論証パターン集みたいな。まあ論証でさ規範っていうのがあると思うんですけど。まあ最初はどうしても丸暗記になるのはしょうがないんだけど、その勉強が進んでいくとまあ、なんでこういう規範になってるんだろう？とかそういうことが。 それがあの法的思考能力で,でその能力が身についてくると別にその論証が事前にこう決められてないようなところでもその問題も読んだ時にですね、まあ、その当該問題でこう出てくる、まあ、2つの、ね、対立利益それを適切に考慮する規範というのは何なんだろうなどういう考慮要素に着目したらうまあ、いバランスが、ねえー、取れた答えが出るのかなとかそういうのが分かってくるようになるんですけれども、まあ、最初からそれなかなかできませんのでね、えー、でまあ趣旨とか実感ってやっぱそういうことが分かってる人が読まないと実は読み取ることる おけなないいよようなことも結構書いてあるんですよだからまあそういう能力がないうちに読んでも分かんないから、まあ、とりあえずパスしていいんですだけど後で勉強が進んでいくとね趣旨とか実感にあこれ多分こういう意味で書いてあったんだろうなとかねいろいろ気づくようになってくるからねでそれでいいんですよ後から気づくようになりますからねだからとりあえず昔とか書いてあったら、まあ、趣旨実感はパスしちゃいましょうというのがこの1個目の中の話ですねで今度2個目の 中の話ですけれども、え、まあ、なお書きのところで、これちょっと民法に限定なんですけども。まあ、平成三十一年度以前の、まあ、過去問ね、えー、につきましては、まあ、ちょうどほら、皆さんね、あの、まあ。受験生だから、ご存知の通り、まあ、二千二十年の四月一日に、まあ、新しいね、民法があの、施行されてますけど。まあ、それ以前の過去問っていうのは、当然、その改正法には対応しておりませんので。まあ、その改正法に対応してない過去問ね。まあ、それをやるときは、趣旨実感でね、まず。改正法の下でも、使えるところっていうのも、結構あるんでね。まあ、せっかく。 将来の受験生に対する、まあ、メッセージっていうコンセプトで、まあ、採点時間出してもらってますからそれをまあ改正前だから関係ないんだみたいな感じでちょっと全部それをね闇に葬ってしまうとほ、まあ、他に試験校サインがどういうことを受験生に対して求めてるのかってことを発見する要はそのヒントがなくなってしまうんですよね。でやっぱりそこのヒントっていうのは大事にしたくてですねその改正前のものも扱っていきたいと、まあ、そこでそこちょっと自分でちょっと判断しないといけないんですけど改正前のものでもここのところは使えるなと。その普遍的 その対立利益を考慮するっていうことを大体求めてますから、民法もね。だからそういういところをまあ発見してもらいたいあとやっぱその問題文のこういう事実がまあ大事になってくる,だとか来るんだとか、まあ、そういうこと書いてありますで今日はそういう訓練を、ね、しようと思ってるんですけどね。平成30年の司法の試,試験ちょっと今日,今日やろうと思ってるんで当然あの改正前の時代に、ねまあ、出,てた出てきたものを今日はその改正法前提にまあちょっと考えていくことになるんですけど、まあ、そういう点で、ね、その改正前のものでも役に立つところをどんどん取り入れていきたいなという話になってきますね。で 一応最後の注のところなんですけどもあの民法の学力ね下から4行目のところなんですけど民法全体の規則学力 がある人はね、その前の趣旨実感を見ても、それ今だったらどうなるのかっていうの分かるんですけど、実は基礎学力がない人が読んでもそれ分かんないんですよね。だから、まあ基礎学力がないのにそれちょっと読んで難しいなと思ったときに無理してそれ以上読んでもしょうがないから、そこはちょっともうパスしちゃってもしょうがないのかなというふうに思いますね。まあその代わりに何らかの形でね、まあ予備校の講座を取るなり、あるいは市販のね、まあいろいろこう新法に対応している問題集を買うなりして、まあとにかくこう改正法に対応したような形で、まああのちゃんと答案書けるようにはまあしておいてもらいたいという。 いうふうに。 思い,ますね、でいずれにしろ趣旨と実感前の,その改正前の趣旨と実感を見たときにじゃあ新法の下でどうなるのかっていうのが自分で判断,判断できないってことになるとおそらくあの,担当試験の合格も結構厳しいいんんじゃないかとと思うんですよそのの程度の学力だとね、まあ、令和2年度のまあ試験担当試験あ,の、まあ、ありましたよね司法試験でも予備試験でもね、まあ、非常にこう考えさせる問題が非常にまあ増えて平均点非常に下がりましたよ令和元年とまあ比べるとね頭使うようなあの頭使わせするような問題が非常にまあ増えているわけなんですけど もまあそういった担当試験に対応しようとするにあたってはやっぱりその民法の基本知識っていうのがまあすごく大事になってきますのでまあそういう点でちょっと趣旨実感読んでもよくわからんっていうんだとじゃそれは担当も困っちゃうからねまあ頑張って民法を勉強して趣旨実感ぐらいはちゃんと自分の実力自力でね読み解けるぐらいの学力はね身につけておかなければいけないんじゃないかと思いますねまあそういう点でなかなか急にはそんなできませんからまあやはりちょっと早めにねあの準備はしておく必要があるんじゃないかなという話ですねじゃこれで二個目の中のお話は以上になりますそして今度三ページの方で。 立てこ。 のところですね、まあ、一応前のページに何言ったかというとまあ答案構成してもらってねで答案書いてもらってで趣旨実感と見比べて何か改善すべき点を見つけてくださいよって話だったんですが、まあ、縦後のところでそしたらね今度再び同じ問題をを答答案案構成成しした上ででで作成してみるんですねでこの2行目のところですが、まあ、この段階に来たらね、まあ、これこの辺,の辺の辺りから時間そろそろ測ってもいいんじゃないかと実際のね本番の試験と同じ時間で答案構成と答案をね作ってみるってこともやってもいいんじゃないかなって話になってきますね。で答案書いた後に ちゃんとその、えー、ここのところね、えー、と時間計って書くとどういうメリットがあるかっていうと前時間無制限でやってるじゃないですか一応今日の話だとね。でその時間計ってやるってなるとそうなってくるとどこを中心に書かないと時間内に合格点取れないのが。 取れないのかどうかってことをちゃんと考えるようになりますから、そういうあのちょっとこうね感を身につけてほしいってところになります。まあ結局論文試験っていうのはまああの例えば百点満点絶対値で考えたときにだいたい五十五点ぐらい取れれば。 合格なんですよだから司法試験でも予備試験でもあの、ね、あの点数発表されてますけど合格者の論文試験の点数が、まあ、大体5割ちょいですよ6割取ったら結構上の方でまあ受かることになっちゃうから、まあ、大体5割5分ぐらいのところねそこのところが目指されればまあいいわけなんですけど、まあ、出題の人が採点実家に書いてあることは全部はどうせ書けないんですあれ100点満点になっちゃうからねで100点の人なんか誰もいないから世の中あの本番の限られた時間の中で100点の答案書ける人が誰もいないわけですから、まあ、そういう点で最初から十五点からね六十、まあ、点ぐらい取ったらかなり 上の方でね受かるから、まあ55、60ぐらいのところをこう目指してまあやるっていうばつもりなんですよね。でその時にこの縦語のまあところで時間測定を書くわけなんですけど、まあどの辺のところを書けば要は55点、えー、あるいは60点ぐらい取れるのかっていうのをそこでまあ考えるんですよ。ある意味この段階でまあ当完構成の段階では思いついたんだけど、でも全体でこう点数をね合格点確保するためにあえて書かないっていうところもそこもあのちょっとこうね。 ある意味勇気が必要なんですよね、えー、こう気づいたんだけどあえて書かないっていうね、えー、その今ちょっとこう手前その最終的な結論に至る随分手前のところでいろんなこと気づいちゃいましたとでもその気づいたところを全部書こうとすると最後の結論までいけませんってなったらそれはまずいじゃないですかあとはあれそのメイン論点のところまでたどり着けませんってなったらそこはやっぱりそのままだとまずいからやっぱり細かい気づいたことでもね細かい些細なところはあえてはしょんないといけないと。で自分がが受験生の時がそうだったんですけどね、まあ、私も もう10年前の受験生だからね平成22年の司法試験合格者だから、まあ、随分昔になっちゃうんですけどでもそれでも今でもよく覚えてるのはあの、まあ、結構多論点型司法、まあ、試,試験当時予備試験なかったんでね司法、まあ、試,試験でしたけど、まあ、非常に多論点型の問題が多くてでその、まあ、いろんなことを答案高成の段階で気づくんですよね。だけどその気づいいたたこことと全部書いてたらこれちょっと メインのたくさんこう点数取れそうな大事なところ行く前にこれ時間切れになるなってこれやっぱり現場で判断しましたよ。ういう時に答案構成で気づいたことをこうあえてまあ書かずにねそれで全体でまあ点数取っていくっていうそれは勇気もう本当に勇気ですよ気づいてるのに書かないって相当勇気がいりますからねだけどそういうあの勇気がないとまあ結局最後まで書ききれないからそのね、えーえー、そういうことをこの段階では身につけるわけね。で 今度縦6のところですけども3ページの縦6のところですが、まあ、再び作成した、ね、その5で、ね、縦5のところでまあ答案作ってるわけですがで縦6のところでまあ再び作成した答案をまあ見てです、ね、でこれちょっと遡のぼりますけど、まあ、4であの、まあ、改善すべき点1回あの検討してるんですがその改善すべき点あのちゃんと改善できてるかどうかというところを確認まあするというのが大事になりますねで縦6の2行目のところですが、まあ、改善すべき点を改善できなかったときは、まあ、その原因究明があの必要になってきます。で例えばってとこですけど まあ、答案を作成するるののにに必要なな法規範の理解や記憶がききちんととできていなかったところにあるのかねえね、ー、例えばさ、さ会社法ね、ね商法の科目で事業譲渡が出ましたよと、でそのときに、ねまあ、判例の立場に立つかどうかは別として、えーまあ、学生の立場に立つこともありえるとは思うんですけど、でも少なくともその判例のねあの規範が出てこなかったらアウトじゃないですか、だかそういうことでちゃんとそのね事例を処理するのに必要なインプット、ちゃんとその理解と記憶ができていたのかどうかとってところね、ねそこをまず見てもらいたいと。でさらに この3行目の終わりから4行目の方にかけてですが、その答案に書き慣れていなくて、答案作成に要する時間が不足してしまったのか、ねまあ、知識は入ってると、じゃあ事業上等のちゃんと要件は出てきますよと、ただ、そのね、頭の中で分かってるんだけど、それが時間内に表現しきれなかったのかということで、まあ、ちゃんとそこのね、えー、その改善できなかった原因を具体的にまあ究明するということになりますね、でそれ、克服しないと本番の試験もそのままできないものができないまま <laughs> になってしまって、まあ、合格できませんので、必ずね、この改善すべき点が 改善できているかどうかっていうところを確認するま必要がまあるということになりますね。で、ちなみにあの答案時間内に書けないって人はね。それはあんまり心配なくて答案を。まあ、こうしょっちゅう書いてるとだんだん筋力があのまあ手首もやっぱこう筋肉つきますのでね、ねま検、あ、証になってい痛いってこともまあありますけど、まあ、でもこうまあ、手を壊さない程度にね。 多少の検証員はでもも我慢ししてもらなななきゃしょうがないかな、うん、だけどまあそれでそれ以上重くなって本当に本番の試験に答案書けなくなるっていうとちょっとそれ困っちゃうんでそこはちょっとうまく加減はしてもらいたいんですけど、まあ、基本的に手痛くなりながらもですね答案書いてるとだんだん筋力がついて同じ時間内にこう書ける文字数っていうのが必ずあの上がってきますからそれはやってほしいなというところですねそしてそのインプットのところが弱いんだったらやっぱそれ早めにこう、ね、インプット固めてもらうっていう感じでとにかくできなかったところを改善していけば必ず合格できますから、まあ、それを意識してふだから。 やってもらいたいという話ですそれが縦録の話ですね そして、縦7ですが、これ、皆さんの可処分時間次第ですね、まあ、試験まで残りどれぐらいかって話ですけど、まあ、必要のうちで5と6をまあ繰り返すということになっていきますね。えーまあ、なかなか、ね、繰り返すって言っても、皆さんお忙しいでしょうからね、試験科目たくさんありますので、まあ、どこまでできるかって話なんで、あと、その家庭環境ね、その皆さんが勉強に専念できる人なのか、それとも勉強に専念できないで、他のことやりながらあって人なのかね、専念できる人はもう本当に死ぬ気でやってもらいたいと思うんですけどね、もう <laughs> ひたすらあの同じ問題でもね、3回でも4回でも。ちなみに過去も あの例えばね、まあ、2回3回ってやってると問題文を覚えるじゃないですかその問題文を覚えるってことどいいことなのか悪いことなのかそれはは別に悪いいことではあのないんでなんすねそれは何でかっていうとその毎回同じ問題でも答案構成して答案を書くにあたってはあの前の答案を思い出すわけではないんですよ必ずその問題文を見てあ問題文の事実関係にこういう事実関係があってしかも設問の形式やその問題文の,その指示誘導がされてるときがありますけどこういう指示誘導がされてるからこういう答案を書かなければいけないんだってことは毎回考えていかなければいけないのね。 不安系は絶対ダメ。司法試験でも予備試験でもね。まあ。 必ず自分の頭で毎回考えるんですけどそういう意で別に問題も覚えてても構いませんからねでその問題も覚えていることを前提にじゃあ今だったらそうどう書くのかってことねでそれで常にこうどん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 改善していくまあことをしていけばそれをやってない人と比べたらあのその合格に近づけるわけですよ最後は試験は相対的なものだから100点満点はさっき言った通り取る必要はなくてね、まあ他の人よりもちょっとこう頑張って努力を増してで少しでもこう順位をねこう上げていくようなことをやっていけば必ず合格できる試験でありますので、まあ、それを課長文時間に応じてね まあ縦長の,のところでやってもらいたいという話ですね。まあ、実際ね、本当に忙しい人は大変だと思うんですけど、あの可能な限りね、えー、やってもらいたいなというふうに思いますね。そしてですね、あの今日うは、取材の人が採点実感という言葉をこう出しましたが、えー3、3ページの最後のところ、参考、採点実感の意義というところを見てください。これは予備試験の方じゃなくてね、出題の、死亡試,試験の方で試験講ー員が採点実感という形で、取材の死に加えて、プラスで、ね、こう出してくれていることがあるんですが、こんなことが書いてあります。えー、1個目のブロックのところですけどもね、3行ぐらいのところですが、これ平成24年のね、 広報系第1問から抜粋したんですが受験生のメッセージを送るというコンセプトでまあ公表しているという採点実感、ね。えー まあ受験生が読んでくれていると思える改善が見られることをまあ喜びたいということで、まあとにかくこう再現再現実感で将来の受験生にあずたまあメッセージ学んで、えー、要はいい答案とか悪い答案とか結構具体的に指摘してくれているんですよ。で、まあやっぱ直近のものほど丁寧に書いてある傾向があります。多少ちょっと科目によってね、まああのバラつきがありますけれども、まあ基本直近のものの方がちょっとこう丁寧に書いてある傾向があるんで、まあそういう意味でもね、あのまあ最近の傾向をつかむということもついでに、えー、まあ直近の学問から本当にやった方がまあいいっていうのはそういう話なんですけれども、まあそういう感じでちょっと再現実感を大事にしてもらいたいなと。 あと予備試験の受験生もね結局コーサイン一緒ですから。あのー 例令和元年以降とりあえずね、まあ、将来またちょっとこう多少のズレが出てくるかもしれないけど、まあ、科目が一緒だったら全く同じメンバーが例えば憲法の試験・公査員であれば予備試験と司法試験全く一緒なんですよだから同じあのことを多分求めてくるはずだからねだからそういう点でいいとは悪いとはんっていうのはこの採点司法試,試験の採点実感からあの学ぶっていうのが一番効率がまあいいと思いますのでね、まあ、そういう点でまあ予備試験の受験生でも司法試験の,あのちょっとこうね問題検討して採点実間読んでいくとまあいいんじゃないかなっていう話ですね。 で一応、中のとこですけど、まあ、たまにね、あのさっきとちょっとちらっとさっき喋っちゃったんだけど、まあ、たまに難しいこと書いてありますけど、まあ、勉強の効率考えて、とりあえずパスしちゃってね、あとで勉強が進んでくるとね、あの前に分かんなかったとかだから、だんだん法的思考能力が身についたり、基本知識の理解が深まってくると、だんだん分かんなかったことが、あの後で分かるようになってきますので、まあ、とりあえずパスしちゃっていいよって話になりますね。まあ、とにかく効率ね、試験科目はたくさんあるんだってことを忘れちゃいけないんですよね。まあ、とにかく全体で かから60ねね絶対値ででううと、ねまあ、そこをどう確保すするかなんですよだから場合によってはなんかたくさん科目があるうちさ、まあ、なんか足引っ張っちゃう科目も出てきてもしょうがないと思うんだけどね、まあ、その代わりどっかあの稼げる科目作っとかないといけないんですけど、まあ、とにかく全体でどう稼ぐかっていうのもそれも受験戦略ですからね馬鹿正直にあの全部もう順番にあの全科目あのなんか分かりづらいものまで分かりづらい自分があんまりこう合わない科目までさあの一生懸命こうやっててもちょっと効率悪いから、まあ、早く合格しようっていうんだったらその効率ねとにかく全体でントからントを取るには どうしたらいいのかっていうのはね、とにかく頭使わないといけないということになってきますね。えー、で、えー、じゃあちょっとねやっていきましょう問題文まあそういうのを踏まえてね、えー、ちょっとこの問題文見て。 もらってで今日ねあえてあの落とし穴あの今日改善すべき点あの一回これちょっと考えてもらってでやっぱりいきなり完璧な答案作られたら困るわけですよ完璧な思考方法をされたら困るわけで後でまで、あ、自分で考えた後に趣旨と実感を見た時にねあここが足らなかったんだっていうところそこをちょっと出してもらわないと今日のちょっと話の趣旨にまあ合いませんので、まあ、今日はあえて失敗をしてもらいたいということねだからこれなんか完璧に分かっちゃうよって人でもあえてちょっとこうできない人だったらじゃあどういうところにこうね罠にはまっちゃうのかとか、まあ、そうう そういうところもちょっとこう想像しながら、ね、考えてもらいたいとで、まあ、実力がない人はもうそのままもう素直に罠にはまってもらえればいいんで、まあ、そういう感じでやってもらうという話ですね、えー、ではちょっと見ていきましょう、えー、こちらですね平成3十年の司法試験の民法の第1問説問1をちょっとやっていただきたいと思うんですがまずね、まあ、実際自分が受験生の時はね拝見割合を確認しますねそうすると4ページの、まあ、一番上のところですけどあなるほどと、まあ、説問1から3まで3つあるんだなと40352525ってことになってるんだなとでここでいかに全体が 55から60稼ぐかってね、そこもま戦略だからね。で逆っ複数説問があるときはね、結構まあ、今日はちょっとあの説問さんとかやんないんですけど。 後ろの方の方問ででで意外と簡単な時があるんですよでそこで例えば今回だったらこれ25じゃないですかこれ25取っとけばさ残りのところであと30ぐらい取ればもう合格なんだとかそういうのもここでもう考えちゃうわけ最初のこの配点割合でねだから逆に言えばさあ最後の方これ25取れるなって思ったらその手前のところ時間かけすぎちゃダメなんですよ、まあ、とにかく全体で5560取るっていうね、えー、ところをもう最初から頭使かって考えていかなければいけないんだったん、ね、ですねで今日この40のところやりますから説問1のねちょっと今日はそういう全体的な戦略の話はしないんで <laughs> まあ今日はねちょっとこの「説問1」だけちょっと特化してあのやっていくことになりますでこの40の問題なんだけどね逆にとこれ完璧にできればさあともう15ぐらい取れば合格できちゃうんですよね実際のところねで拝点見たら私次何見るかっていうと「説問の結論部分見るんですよ」と5ページのこのね「説問の結論部分見てください」「説問1」「事実1から9までを前提として事実9の B の本件売買契約に基づく代金支払い請求は認められるか理由を付して回答しなさいあこれ、設問簡単だなと何、まあ、か売買契約があったんだなとで要はその代金支払い請求ができるかどうかそれをまあ理由書いて、ね、回答すればいいだけなんだってことがあの分かると思うんですよねでそこでじゃあ問題文を読んでちょっと論点を、ね、抽出していきましょうでは4ページの事実のまず縦位置のところを見てくださいで A はね で自分の受験生だったら登場人物に丸つけておきますよ、こうやってね A, A はトラック1台を、を高トラックを使ってで、このね、成果物を生産者から買い受け、ね、まあ、小売業者や飲食店に販売する事業を個人でまあ営んでるんだって話ですね。2すまあ、29 9 10ね A は B との間で、ま五キロ 5kg を代金、えー、50万円でね B から購入するまあ契約、でこれ、今回、説問1とほら本件売買契約に基づく代金支払い請求が認められるかって聞かれてるから、この本件売買契約って、これ、中心的なキーワードになるんですよね、これちょっとチェックしておきますね、私が受験生だったら、これ、資格で囲んできますよ、本件売買契約ね、まあ、とにかくこれが法的根拠なんだと、今回、この代金支払い請求をする法的根拠、まあ、それはこれ、ね、本件売買契約なんですよって形で、これちょっとチェックしますよね。 でその後縦2のところの2行目、本件売買契約を締結した、で本件売買契約においては、松茸の引き渡しは同月21日の夜、B のりんご農園のそばにある B 所有のオツ倉庫において、代金の支払いと控えですることが定められたと、まあ、とにかくなんか B が農家で、まあ松茸取ってんだなとで、それを A に売ることになったんだなってことを、ここで把握していきますよね。で一応ちょっとこのののの売買契約のあのちょっと内容確認なんですが、まあ、縦 1>, 1行目のところ、松茸 5kg、代金50万円ってね、ねこれ一応、売買契約の内容になってるんで、ここはチェックしておこうかなと思うんですよね。あと大事になってくるかもしれないからね、売買契約の要素ですよね。はい、皆さんに問題です。えー、売買契約の要素って何ですか、まあ、先の中でもほとんど答えちゃったみたいな感じですけど、まあ、売買契約の要素って何ですかっていうと、まあ、2つありますよね、まあ、代金額と目的物なんですよ。でそこが、その意思の合致があると、まあ、売買契約っていうのが成立して、で皆さんに問題ですが、じゃ売買契約が成立すると、るとどういう法的効果が生ずるんでしたっけ。 っていうとう、まあ、例えばですけどその売買客に基づいて、まあ、代金支払い請求権が発生したりとかねあるいはその財産権の移転義務ですね、まあ、要は目的物の引き渡し義務とか、まあ、そういったものがまあ生ずるんですよって話ですよね。で今回まあその代金支払い請求っていう形でまあ聞かれてるんで、まあ、法的効果はまあ明らかなんですけどねでそういう面でこれが縦2の話ということになりますね。そして今度縦 の話ですけれども同月21日午前11時頃から午後2時頃にかけて B はね一応これなんか役場の日みたいですね引き渡しの役場の日みたいですけど B は本件売買契約の目的物質をするため松茸を秋の収穫期に毎年雇っている C とともになんか C っていうのが出てきたなってことでちょっと C 丸つけておきましょうかあとついでにちょっと B のところ丸つけるの忘れたんで縦2のところの1行目で B っていうのが出てきたんで一応登場人物が初めて出てきた時はね私は丸つけるんですよ。 じゃあ問題です、なんで私が丸をつけるんでしょうかってそんなの知るかですよね、私の, <laughs> あの考えだからね、これはね、あの後でその、まあ、いろいろまた再び同じような登場人物が出たときに、それがどういう立場の人なのかっていうのがすぐあのこうね分かるように、まあ、理解できるようにするためにあのそういうふうにやってますね。だから最初に、まあ、出てきたときにあの、丸をつけるというのはそういうあの趣旨で私はやってますね、まあ。それだから皆さんにお任せしますからね、それはあの個人の好みによると思いますのでね、ねどこにチェックするかっていうのはね、私の場合、後でその事実関係をねあの、素早く把握するためにはそういうことをやってますね。 でまあ、この C さん、まあ、なんか B から雇われてるなってことが分かりますよね、まつたけの収穫期に、ね、こう雇われてるんだって話がまあ分かりますとで、縦3のところの2行目、まあ、C とともに収穫し、えーね、B さんだからこの C 雇ってね C とともに収穫してるみたいです、A3、3えー、これを落ち倉庫に運び入れ、えー、同日午後4時頃には本件売買契約の役場に合うまつたけ 5kg の箱詰めを終えましたということですね、まあ、どうも、ね、引き渡しの準備、ちゃんと整えたようですね。で縦3のの行目のところですが B 直ちに引き渡し準備が整った旨を A に電話で連絡したところね、まあ A は同日午後8時頃にね、落と倉庫で引き取る旨を述べ、B はこれをまあ了承したということになりますね。まあ一応なんか売買の目的物ね整いましたよっていうんで、えー、準備。 してね、きちんととと通知もしてていいるうことになってますねで縦4のところですがでそれでね同日午後6時頃、まあ、夕方ですね一応これあの縦2のところでいうと松茸の引き渡し期日みたいですよねあの縦2の3行目で、えー、この21日の夜に引き渡すってことになってるんでまさにその、ね、縦4の同日午後6時頃ってちょうど引き渡し期日に合うんじゃないかと思うんですが、まあ、同日午後6時頃 A が松茸を引き取るため、えー、こうトラックで出かけようとしたところ、まあ、自宅前にね駐車していた トラックがなくなくっていたということになります、ね、というわけで飼い主の A さん、まあ、トラックであの B のところにね売り主 B のところ取りに行く予定だったのが、まあ、なんか取りに行くためのトラックがなくなっちゃったからあーっていう状態になってるみたいですでその後縦4の、まあえー、次の2段落目のところですがそこで A がすぐに電話で事情とともに 松崎の人一りが遅れる旨を B に伝えたところね、えーまあ、要は買い主がね、売り主の方にちょっとこうすぐ取りに行けないんだみたいなことを言ったんでしょうね、そしたら、まあ、B からはしばらく待機している旨の返答があったと、A は自宅周辺で高トラックを探したが、まあ、見つからなかったと、でそこで、同日午後8時頃、これ、引き渡し期日ですけど、なんと、今日はもう取りに行けないと、約束の日にもう取りに行けないってことになっちゃったみたいで、きょうはまあ引き取りに行けないが、まあ、具体的なことは翌朝、改めて連絡する旨 O で、えー 電話で、B、に伝えたっってて状況になってますねここまで読んでるとまだ何かさ質問1の結論部分のところと何かあんまりねな何が論点なのかってよく分かんないですよねとにかくだってあの今回売買契約にもついて代金支払い請求できるかどうかってこと聞かれてるだけですからねから今のところなんか論点ちょっと分かりづらいなって話なんですよねでもそろそろね論点出てこないと困りますよねまあそういう目でもみ見ていくんですよ問題文ってねボーッとして読んでるんじゃなくてちょっと予想しながらね問われてることとの関係でなんかこのままじゃ問題点ね売買契約にもつく代金支払い請求認められるかで問題点出てこないじゃないかってなっちゃうから。 まあその問題って見つけてやろうという気持ちでね、ま論点発見してやろうという気持ちであの読んでいきますよ。そうすると縦語のあたりからじゃあどうでしょうか。 縦子 B は、ですねこれ売り主の方ですけどね農家の人ですけど B は A からこの電話を受けて引き渡しに備えておつ倉庫で待機させていた C に引き上げて良い旨を伝えましたとでその際 B は近隣で農作物の、ね、盗難が相次いでおり警察からの注意喚起もあったことから C に対し客にね引き渡す高価な松つを入れているのでおつ倉庫を離れる時には普段よりもうしっかりと施、ね、錠するよう指示をしたと。で乙 私は、普段は簡易な場で施錠されているだけだったんですが、えー、C はね、えー、この雇われている、えー、C はその B の指示に従って強力な倉庫場も利用し二重に施錠して帰宅したとまた直接的な論点出てきませんねで、まあ、普通に契約にもつ売買契約に基づいて代金支払い請求ができるかで聞かれているところでねなんか特にまあこれだけだと問題点出てきません、ね、じゃあいよいよかということでじゃあ縦録見ていくとこうやって期待しながら問題文を読むんですよね、こんな感じでね。 で縦6のところですが、まあ、同日22日だこれも翌日になっちゃいました約定の引き渡し期日が21日だったんですけど、まあ、翌日になっちゃいましたけど、まあ、22日の午前7時頃ね朝っぱらですね A は B にね 車を調達することができたので、まあ、A さんなんかトラックなくなっちゃったから取りに行けないって言ってたんだけどなんとかね翌日その車調達できたみたいですねだけど A は B に車を調達することができたので同日、まあ、午前10時頃ね、まあ、朝ですね 10, 10時頃に松嶽大津倉庫で引き取りタイム旨、ね、電話で伝えましたと。 で b は朝の作業をこれはあの収穫期にね。あの雇ってるっていう c さんね。この農家の b さんが収穫期に雇ってるって言う。あの c さんですけど、まあ、b は朝の作業を c に任せて自宅にいたためで、a が車でまず b の自宅によりね b を同乗させて押す。倉庫に今行くことになったということですね。まあ、またちょっと論点わかりづらいですね。で、今度5ページの方行って縦7のところですね。 えー、A は代金として B に支払う50万円をまあ持参して、えーでえー、同日午前10時過ぎに、ねえー、B と共に B さんはねこれ売り主松崎の売り主、ねえー、B とともにオツ倉庫に到着したところがオツ倉庫は扉が開けっぱなしになっておりはいここですねそろそろ論点が出てきそうです収穫した農作物がまあなくなっていたということになりますねだからその売買契約の目的物がどうもなくなっちゃったとっいう話なんですよねにもかかわらず代金支払い請求ができるんでしょうかというところでちょっと論点が見え,見えてきたんじゃないかと思います。 でさらにね、まあ、ちょっと漠然としてるんで、もうちょっと冷たいですよね、そこで、まあ鉢、縦蜂、えー、警察の捜査により収穫作業道具を取り出すためにね、えー、おつ倉庫に入った C が、ですねこの売り主の B さんから雇われてる C さんが、ですね、えー、同日午前7時頃、えー、同月21日の夜にね、えー、B から受けた指示、あの要は最近、盗難がほら増えてるから、二重に施錠しろっていうね、そういう話ですけど、えー、それをうっかり忘れて、りんご農園、 でのの作業のためね、まあ、普段通り簡易な乗のみで、えー、施錠してね、えー、乙ち倉庫をま離れたこと、その時から、えー、同月22日の午前10時過ぎにね、夜じゃなくて、まあ朝っぱらですよね7時、午前7時以降、そして、えー この充時過ぎ、A と B がオツ倉庫に到着するまでの間に何者かにね、まあその場を壊し、オツ倉庫内の松茸、だけリンゴなどね、農作物が全部盗み去った、あということが判明したということになりますね。というわけでこれなんか誰かにまあ盗まれちゃったと、それにもかかわらず財金支払い請求ができるのかって話なんですよね。でそこでいよいよこの縦級のところですね。ここ思いっきりヒントになってると思います。何を書くべきかってことね。でここで一回皆さんに罠にはまってもらいたいんですよ。で学力がない人はもう普通にそのまま考えたら多分罠にはまるからあのいいんですけど、学力がある人も ちょょっっとこの縦でで罠にはままててもらいたいたんですじゃあ見ていきましょう、えー、その後、B さん、これ、売り主です、農家の人ね、松茸売る人、B は A に対し、本件売買契約の代金50万円の支払いを求めました、でも、物盗まれてるんで、引き渡しはしてないんですよね、だけど、売り主の B さんは、飼い主の A さんにまあ本件売買契約の代金50万円の支払いを求めたと、でその A さんなんか反論してます、A は B が松茸5キログラムを引き渡すまで、代金は支払わないと述べたと。 この, B このね B さんの反論ねこれどう法的構成するかでちょっと罠にはまってもらいたいなと思うんですよ今日それ改善したいんでねそこの罠にはまったことを前提にねでちなみにこれ素直にあこれ同時利口の抗弁権だと思った人はこれ大丈夫ですあのそのままもう普通に罠にはまってますのであのそれはそのままあの考えてもらえればいいんですけどこれ同時利口の抗弁権じゃまずいよなって思った人は一回ねまあこれ勉強進んでない人だったらこれ多分同時利口の抗弁権って構成しちゃうんだろうなでそうやってしちゃうのは何でなのかその基本知識のようは どこの理解が浅いからそういう構成しちゃうのかってところを考えられるとねかなりこう学力がある証拠なんですよね。というわけでまあちょっとねもう一回ね縦 Q のところですが。 その後、B は A に対し、本件、売買契約の代金50万の支払いをね求めましたが、A は B が、松茸た5キログラムを引き渡すまでね、代金は支払わないと述べたと、これに対し B は、一度きちんと松茸を用意したのだから、応じられないと反論したということね。というわけで、ここのところですよね。で、そういう事実関係のもと、最後、説問1、もう一回確認しますと、事実1から9までを前提として、事実9のね、だからやっぱ核心部分9のところなんですよね、事実9。 のの B の本件売買契約に基づく代金支払い請求が認められるか理由をしして回答しなさいねでやっぱこの説問でほらもうあえて事実 Q って指定されてきてるからこの Q のところやっぱこの A と B の両方の主張を踏まえてねここのところ理由づけ考えていかないとまあいけないんだって話になってくるのねで結論かつとこれ同時利行の公弁権って考えちゃった人はこれほんと意味のない議論になっちゃうから本件の事実関係だとねあの法的構成としてちょっとありえないものになっちゃうんですよなんでそこをちゃんと基本知識が理解できてれば気づくんだけど基本知識の理解ができてないと多分これ同時 以前の講弁権って思っちゃうと思うんでき、ねまあ、今日はそこをちょっとこう分かってほしいなというところでありますね。ねでは えー、6ページ見てください、まあ、取材の紙、ね、本件どういうことを書けばよかったんでしょうかという話なんですが結論としてあの同時移行の公弁権という言葉は一言も出てませんあでこれ取材の紙、ね、そのままあの当時のやつをそのままあのここ抜粋してるんじゃなくてちちょょっっとと必要なあのちょっと法改正が、ね、民法改正して今、新法になってるんでそこに役に立ちそうなところだけをちょっとこう抜粋してで一部ちょっと文書を調整してるんですけどでも元の取材の紙もあと、まあ、当たり前だけどこの今私が調整したところにも一言も同時移行の公弁権 権っていうのはないんですよね、えー。そこがまず一つポイントね。でそれをちょっと念頭にちょっと読んでいきましょう。えー、6ページの一番上のところですね。まあ岸のね、えー、その改正民法の調整するよう調整したものでありますが、あ整合するよう調整したものでありますが、質問1はまずこれねいろいろこう問題点 が書いてあるんだけどこれ何をどの順番で書くのかってあのちょっと頭整理しないといけないんですけどまあ、えー、種類債権債務の特定それから危険負担それから協議の履行補助者の過失これはあのさっき雇われてた C さんですね、えー、松崎の収穫期にあの雇われてる C さんいましたけどね、まあ、履行補助者の問題それから、えー、弁済の提供または受領地帯でこのかくばった格好書きはちょっと私が下り元の出題主にちょっと私が補ったことなんですけれども、まあ、これ受領地帯の法的性質,性質に関して法 法定責任説に至った場合は事領義務違反というのがありますがこれは事領地帯の法的性質に関して債務履行責任説を取った場合の,あの念頭にした言葉になってますねでちなみに事領地帯の法的性質はちょっと細かい話だから、まあ、とりあえずあの法,定あの法定責任説があの通説って、まあ、言われててね法改正前も法改正後もここはあの法定責任説があの通説になってるんでそれちょっと念頭に考えていくとあの問題は簡単かなというふうには思いますね。 前前にしろ、えー、そういうところのその効果ですね、えー、4行目のところ、いずれにしろこういった事業地帯等の、ねえー、そういった効果、でかっこ,この丸、まま、い括弧はもともと書いてありました、債務者の目的物保管義務のまあ軽減ですね、まあ、事業地帯の効果の一つとしてね、えー、この保管義務の、ね、要は松茸をほら引き渡すまで保管しないといけないでしょ、この辺のところで何か思いつきます どどんなここううことととがうううういいいを想定ししててうう書き方してると思いますちょっと自然なし不親切だと思うんだけど、まあ、そんなことぐらいこれ読んでわかるだろうと思ってんのねあの逆に言うとあの先生方はね試験構成員の先生方はねこれぐらいのことを書いていけばって話なんだけどさっきあの目的物何でしたっけっていうとあの松茸。 5キログラムでしょ松茸 5kg で代金額決まってたんだけど結局それって目的物の,その種類と数量ねそこにまあ着目あのしていて別にその物の個性には着目してないんで、まあ、特定物じゃなくて要は種類債権だってことがあの分かると思うんですよね今回のその松ツの引き渡し債務っていうのはねで種類債権ってまあなんか特定するじゃないですかはい皆さんに問題です。あの種類再建の特特定定ってどういうういとに特定されるんですかっていうと まあ今回だとまあ民法401条2項のおそらくその物の給付をするのに必要な行為を完了した時に当たるかどうかっていうのがまあこれ全部基本知識ですからね頭の中に入れおかないと当然解けませんからね。とにかく今回その物の給付をするのに必要な行為をまあ完了したとまあ言えるのかどうかっていうところがそれに満たされているかどうかって話になると思うんですけどまあ一応今回どういう債務でしたっけっていうとあのまあ飼い主が その売り主のね、その農家の、その倉庫のところに、ま取りに行くような、あの債務の内容になって。いたから、まあ、取り立て債務なんですよ。取り立て債務の時って、あのどういう。 状況をどういう要件を満たせばその特定するんでしたっけって話なんですがまあ一応一般的な見解はねその分離その目的物を他のは物とこう分離してで引き渡しの準備をしてでその準備ができた旨を通知するってことでよく分離準備通知って覚えてるでしょ基本知識のインプットのところねえまあ分離準備通知で本件ね何か問題文見たらそれ全部ありそうな感じのところではまあ,あるんですよね。そそうするとまあおそらく まあ目的物はまあ特定してますよとで特定するとどうなるんでしたっけっていうとその後そのもう給付の対象がもうそのものに決まっちゃってるのでそれが滅出するとどうなるんですかっていうと、まあ、基本その目的物の引き出し債務って利行不能になっちゃうんですよね利行不能にね特定した後はねあちなみに皆さんに問題ですがこれちょっと本件の問題と関係ないんですが特定する前に盗まれたらどうなりますっていうと特定前はねあの、まあ、市場 買い主あ売り主っていうのはやっぱその契約した以上その目的物を、ね、市場から調達して、まあ、引き渡す義務を負ってますから、まあ、無限のよく調達義務を負うっていうふうにあの言われますけどね、まあ、そういう点であのその利口不能っていうのは考えられないんですよねちょっと特定する前はねでもまあ特定しちゃうとその売買の目的物っいうのはまさにそのものに定まってしまいますので、まあ、その後物が盗まれたりとかするとその目的物の,その引き渡し債務っていうのはまあまあ利口不能になるんだって話ですよね。でその物がじゃ利口不能に になななるとどうなるのかって話なんですが、はい、でこれでいよいよ説問1のところつながると思うんですけど今回、まあ、売買契約に基づいて代金支払い請求できるかってことを聞かれてるんですけど売買契約とほら 総務務契約ですすすから、まあ、2本の債務がありますよね相対立する一つは目的物の引き渡し債務ですよとそしてもう一つはその代金の,その支払い債務ですよって話なんですけどその目的物の引き渡し債務が履行不能になってるのにじゃあ代金支払い請求で代金支払い債務の方が残って、まあ、代金支払い請求できるのがおそらくこの辺のところが多分確信なんだろうなっていうところに気づくんじゃないかと思うんですよね。で そういういところ、ねえー、がこの辺のところから気づかれるんじゃないかと思います。と同時に、えー、その履行不能が例えばその債務者の、まあ,例えば規制規制あその今、ね、結局目,目的物が滅出してしまった時にその危険を要は売り主と買い主が、まあ、どっちがまあ追うのかというまあ問題でもあるのでそういう問題民法の基本知識でいうと。 売買の目的物が消えちゃいましたとその時代金支払い債務ねそれで代金支払い請求できるのかどうかってことで結局その目的物の名詞を結局買い主か売り主かが、まあ、危,険負担あ危険負担って言っても言っちゃったけどその <laughs> 危険をね、まあ、負担するってことでこれ危険負担の問題ねここが中心論点なんだなってことから気づくと思うんですよね。でそこが核心部分であといろいろこまとした論点がねあのこの問題文の事実関係からすると、まあ、付け加わってるって話になるんですよね。 というのが、ね、このかと思い思ますでこちょっと、ね。取材の資料を読み進めていきたいんですがでこの今の一段落目の下から2行目のところなんですけどその理解を具体的な事実関係に基づいて各制度規定のほら、この相互の関連性だからここを整理するのが大変だと思うんだよね。結局、一個一個の制度バラバラに知ってても事案が処理できないんですよ。 これどうやって繋げて、事例処理しようかっていうところを、これ頭で、あの、考えていかないゃいけないので。ここがだから核心部分なんだと思うんですよね。各制度、まずインプットで、ちゃんと各制度の要件と効果を抑えていくってことは、もう当然やっとかないといけないんですけど。それだけだと、まだ論文書けないんですよね。この相互の関連性。この理解も、まあ、必要なんで、これはある意味ステップ2なんでしょうね。ステップワまず、あの、各制度バラバラにさ、例えば、受領地帯なら受領地帯。ええ、履行補助者の、あの、問題だったら、履行者の問題で、それぞれじゃ、どういう要件で、どういう効果が出るのかっていうのを、一個一個バラバラで。 抑えるんですよこれはある意味ステップ1なんだと思うんですけどそこをできるようになったら今度その相互関係ね事例処理するにあたっては何をどの順番でこう組み合わせていくのかっていうのをでそれ当然事案によって変わってくるからね、まあ、あの丸暗記できないところなんだけど理解を深めて各制度の理解を深めて問題文に合わせてその何をどの順番で書くのかっていうのを考える能力をね身につけていかなければいけないって話ねでここが多分一番大変なところだと思うのねとりあえず丸暗記のところはあのステップ1は多分ねあの努力すれば誰でもまあすぐいけると思うんだけどねその後この何を どの順番であの書かなければいけないのかというのは結構その同じことを繰り返しね飽きずにやっていかないと理解を深めていくしかないのでそこを耐えられるかどうかという話だと思いますね。ここの後次の次ととです2段落目典型,的典型論,論点ともまあ言える ものばかりではあるものの複数の論点の検討を要する問題を通じて、まあ、事案に即して論理を着実に、ね、展開する能力が試されているんですよとで次の段落で、設問1の事実関係のもとでは危険だやっぱメイン危険負担なのね、さっき言ったとき売買の目的物がもう消えちゃってるのに、ね、盗まれちゃってるのに、まあ、代金支払い請求できるかどうかというのはやっぱ思いっきり危険負担の問題なんで、まあ、それでやっぱメインはもう危険負担なんですよ。 でまあ、危険負担の適用があるか否かがまあ問題となるがその前提としてってことでそれでいろんな論点がこう組み合わさってくるわけねでこれ多分趣旨読んでも基本知識私がさっきいろいろほらちょっと基本知識に関することあの喋ったじゃないですか。あれも ちょっと今頭に入ってない人がこれ読んでももう分かんないはずなのその時点でね。だからちょっとこの人はこの授業ではパッあの割愛します。あのもうちょっと分かりやすくね書き換えてきましたので7ページを見てください。まあちょっと理論的な思考方法としてはこんな感じなのかなって話なんですが7ページの中のとこですね、えー。まあこれは基本知識がない人でも分かるように書いてきたからね。まあ、この順番でちょっと 理解をしていきたいんですけど、改正民法の下で本物を危険負担の問題として処理する際の思考の流れの概要です。でまず括弧のとこですが、これを追っていけば事例処理できるはずなんですよ。まず括弧で売買の目的物の引き渡しがないことを理由に、え、ね、松茸まだ引き渡し受けてませんよって言ってましたよねさっきね。えー、なんで引き渡し受けてないことを理由に、まあ、買い主 A が売り主 B からの代金支払い請求を拒絶、ましているにかもうかからず、それでもなおね、その B が A に本件売買契約に基づく代金支払い請求をすることができるためには、これ決 ととしては危険負担の条文を使うことになりますで2つ法律構成が一応理論上ありえるんですけどもそのうちの1つが3行目で413条あこれ改正民法になりますね413条の2第2項及び536条2項前段のこれ組み合わせる法律構成ですこれ今ここでは法律構成1ってやっていきますねそれを充足するかあるいは4行目で567条2項の要件 ですね、ここれれを充足するかでこれ法律構成むてし,てしろこの目的物の引き渡しを受けてないんだってことを理由に代金支払い請求を拒絶、ね、されている状況の中で、えーまあ、代金支払い請求ができるためにはこの2つの法律構成がまあ,ありえてでこれどっち適用されるのかっていうのを特定したらあとその要件検討になるんですよねそれであの代金支払い請求できるかどうかっていうところが決まってくるんですよって話になってきます。で 5行目のところですが、その1と2の関係なんですが、法律構成、今ね、2つ出てきましたが、この1、2の関係については、ともに、受、ま、領、あ、地帯中の目的物のメッ損傷についての危険は、受領地帯をした飼い主に負担をね、させるという危険負担に関するものである点で、共通してます。これ、改正民法でね、明文化されてて、もともと法改正前も同じようなことやってたんですよ、解釈論でね。えー、だってあのふ、普通に考えてさ、受領地帯、誰が悪いんですか、受領地帯してるってことはそれは。 飼、ね、い主がまあね売り主の方が債務の本心にしたった弁済の提供をしているにもかかわらずそれ受領しないそれはそれは い、ね、い主の方が悪いわけですよねでそういった飼、まあ、い主が事業地帯、まあ、している最中に、まあ、物が滅出し,してしまいましたって言ったらその滅出の危険は誰が負うべきですか価値判断として利益考慮上って言ったらそれは治療帯してる人が悪いわけだから、まあ、事業地帯してるやっぱそれは飼い主の方がねその滅出の危険を負うべきじゃないですかただからそれもともと解釈論であの改正前やってたんだけど、まあ、それが明文化されてるんですよねだから結論からすると、まあ、その治療値帯に中にですね売買の目的物が滅出してしまいますとです、ね ですね。ま結局そのまあ売り主の方としてはま売買契約もついて代金支払い請求したいわけですよ。でその代金支払い請求したときに、え。ー 飼い主の方はまだ目的物の引き渡しを受けてないんだということを理由に代金支払い請求を拒絶できないんだというねそういう話なんですけどそれがその、ね、価値判断を明文化してくれたということで、まあ、覚えることが少なくなってちょっとラッキーなところがあるというね、まあ、そういう話でありますね。でいずれにしろその同じ法的効果を導くにあたって法律構成1と2が出てくるんでじゃあ本件どっちの構成でいくべきなのかということでちょっとこの関係を整理しないとまあいけないんですね。でそうすると カッコはのところの、えー、まあ下から三行目のところですね。えー、ちょっと線引いてあるところなんですが、売買の目的物が特定物である場合や種類物であっても特定した場合は、これ条文上ね、五百六十七条二項つまり上で言うとあの法律構成丸二の方がまあ適用されることになるということになりますね。まああのカッコ書きで書いてきましたけど、あのこれね、五百六十七条二項にいきなり飛びついちゃダメで、その一個手前のね、五百六十七条の一項のカッコ書き、ここから読んでいかないといけないんだけど、これ読むことによって。 567の2個一緒に読むとねああ特定物に関しては、まあ、治療自体中に目的物が滅出してしまうとね、まあ、その、えー、滅出等の、まあ、危険はああその、ね、飼い主の方が負、まあ、うんだなつまり、えー、目的物の引き出しを受けてないことを理由に代金支払い請求を拒絶できないんだなっていうことがあの分かるんですよね。というわけでここまで全部基本知識ね。 でこのメモのところですね、でなお、まあ、元の取材の趣旨に一言も言及がないので、答案上も言及する必要はないんですが、まあ、一応ねあ、罠にはまっちゃった人がいるんじゃないかと思って、一応補足しておきますと、まあ、同時履行の話です。えー、A が ね、B が真っ先 5kg を引き出すまで代金は支払わないと述べ,述べていることを思って同時以降の公弁権の主張していると構成する必要はありません、えー、まあ同時以降の公弁権についてはで当時の採点時間もこうやって書いてありました唯一1箇所だけまずね出題の趣には一切その言葉がすらなかったんですよで採点実感はちょっとおまけで一言だけ すごく長い採点実家の中でわずか数行まあ、2,3行だけこうやってありました、えー、唯一ね本件においては引き当て債務の目的物は特定しておりかつ履行不能となっているからこれとの同時項を論ずる意義は乏しくこの点につき大きな評価を与えることはできなかっただからまあ出題のシーンも一切書いてないしねで最低実家も唯一消極的にこうやって書いてあるだけなんですよ積極的にこれかけって話はもう一切まあないんでこれ必要がないってことをわかんないといけないのねで今回 そののの改善点ここなんですよねねあの罠にっってもらいたかったか、ね、とりあえずここで本件の問題文を見た時にこれは同時以行の抗弁が問題になるんじゃないかなっていうふうに思っちゃった人はその原因は何なんでしょうかっていうとね結局そのおそらく同時以行の抗弁の理解が足んないからなんですよあるいはその危険負担本,本件の事案を処理するまあメインは危険負担なんですけどもその危険負担の理解がまあ足らないかまあそういうところがあの原因なはずなんでねそこはちゃんと理解してほしいなって話なのね。でその もうちょっとさらに補足するとっていう次の段落を見てください。まあ、こういうふうにね、ちょっとこれ、採点実感もちょっと、これさすがにやっぱ受験生これぐらいで分かってくれると思ってる先生方は信じてね、書いてくれたんだけど、ここまで書いてくれてもまだ分かんない受験生がいるんですよ。本当に基本知識が、あの理解が浅い人はね。で、その人のためにさらに補足するとってことで、これちょっと私が書いておきましたから、さらに補足すると、 本文は売り主 B は引き続き代金支払い請求をしている事案であるため飼い主への同時以行のこれ全部基本知識ですからね飼い主への同時以行の答弁を打ち消すためにはあの B はね弁済の提供を継続する必要があるんですよ。弁済の提供って1回やっただけではあの同時以行の答弁消えなくてね特にこう総務契約で代金支払い請求し続けるような時ね債務不履行解除する時は1回弁済の提供をしてね相手をその相手の債務不履を履行しないことを違法に陥らせれば まあいいんだけど特にこの総務契約において当事者の一方がその自分のその、ね、そののね債権をまあ履行請求し続けるんであればその履行上の権念性要は公平の観点からその総務契約においては各債務ね対価関係にある債務っていうのの,の履行上の権念性っていうのがあの要求されるので、まあ、弁済の提供の継続っていうのがあの必要になってくるんですよね。でそういうい点ででこれ全部基本知識なんですが それを前年点このさらに補足するという段落のま3行目の途中のとこですねしかしえー、ほらこれ B は一度きちんと松茸を用意したのだから応じられないとして弁裁の提供を継続する意思がもうないことが明らかなの本問ではねなんで、えー、本問では B の弁裁の提供の継続により A の同時以降の公勉強を奪うということはもう事案からしても絶対考えられないんですよここのところをねもう弁裁の提供を継続する意思がないことが明らかでこれだから結局その こういうことを当案に書いちゃうと。 こ,れこういうこと書かなくていいようにするためにねこういう事実関係作ってくれてるから試験交際員の方がねだからそれにもかかわらずこの事実無視してさあの同時以降の答弁権がどうのこうのってやっちゃうと結局聞かれてないことを延々と書くことになっちゃうのねだからまあさっきの繰り返しになるけど取材の質旨には一言もなかったわけですよ同時以降の答弁の話がねで採点実感にも唯一おまけでものすごく長い採点実感の中で唯一2行ぐらいあのさっきのことねで結局評価されないわけですよそこを書いちゃうとねそこを書いてもまあ評価されないっていうのはまあそういうこと。 で繰り返しになるけど本件同時以降の答弁問題になると思った人は本当に基本知識ですよそこはねもう同時以降の答弁権の理解かあるいは危険負担の理解が分かってると思っても実はそこがちゃんと分かってないって話で,で特にやっぱ最近の,あの試験っていうのはそういう傾向ね本当に基本的なところの理解がちゃんとできてないと解けないような問題になってますので司法試,試験でも予備試験でもね、まあ、そういう感じなんで、まあ、基本知識ちゃんとね固めていかないといけないって話なんでね。 だよくさあのまあ例えばじゃあ同時以降の公務員権要件こうです効果こ,こうです、えー、とかねパパッて言えることそれをもってなんか基本知識が大丈夫だってあの勘違いしてる人もいると思うんだけどその事案こういう事案 の処理に具体的に使えるようになって初めてそれは理解できたことになるんでね、まあ、そういうところをこう過去問を使って検証するとまあいいんじゃないかなと思うんですよねだそういう意味で過去問の便利なところってさ自分が大丈夫だと思っていたところがだいぶ大丈夫じゃないんだということを気づかせてくれる、ね、そういうまあきっかけにもまあなるんで、まあ、自分は受験生の時もそういうふうに利用していましたけどね取材の人が採点実感見て、まあ、自分が今までうんこんなところはもう大丈夫だよとか思ってたところを趣旨実感見ると一、まあ、回罠にはまるわけですよ。それ見て本本当の基本知識って どういういいいに理解しななきゃいけないのかって改めてさもともと自分が知ってると思ったところを改めてこう、ね、勉強してその趣旨実感に沿ったような思考ができるようにするんですけどそれをやる過程で学力が上がるなっていう感じはしますよね。感じはしますよね。だ手を広げないでね、まあ、こういうまあ過去問っていうのはすごくこういう、ね、基本的なところを理解するきっかけになるんで、まあ、すごくおすすめなんだなって話ですね。 さてで今度ねあのあで今ちょっと話がなくなっちゃったんであの7ページのところ今何を言ってるのかっていうととにかくあの危険負担の話だと気づかなきゃいけないのね治療値帯中にまあ物が滅出まあしてしまった時は基本はその治療値帯をしてしまったそれは飼い主の方がまあ悪いわけですからその滅出の危険は飼い主が負うんですよとでその飼い主が危険を負担するっていうのはね負うっていうのはどういうことかっていうと具体的にはえその飼い主の方はまだ売り主の方から目的物の引き渡しを受けていない にもかかわらずね。それを理由に代金支払い請求をまあ、現行法では拒絶できないんだ。改正民法のことだよね。それがまあ拒絶できないんだって。話になってきますね。で、それがあこのね。567条の話とかね。そういう問題になってきます。で、それを前提に8ページのところでかっこいいのところですね。 で、ええー、かっこいいのところですが、で、法律構成丸一と丸二のどちらを選択するかは。さっきの、あの、特定の有無で決まってきます。あの、特定されてれば、あの、五百六十七条の二項の方が使われて。で、特定されてなかったら、あの、二つの条文の組み合わせね、四百十三条の二の二項と五百三十六条二項前段。まあ、法的効果は一緒なんですけど、あの、条文が違ってくるって話ですね。条文番号がね。だから、特定の有無で、この法律構成丸一、丸二が、あの、決まってくるという話になってきます。で、そこで、特定の有無を検討するということになりますね。で、さっき、の、問題文分析しましたけど、かっこいいのところの、まあ、産業。 のところですが、まあ、本件はそのね、えー、役場の日にね、えー、その 買い主が売り主のところにま取りに行くんだって話になってますから、まあ、取り立て債務なんですよとで通常一般的なま理解に従っていくとその取り立て債務で特定が生じたと言えるためには、まあ、その目的物を他の物と分離をして、ね、で引き渡しの準備をして、えー、それでその引き渡しの準備ができた旨をその、ね、相手にま通知するんだっていう話なんですが、まあ、それが本件はどうもできてるんじゃないかなって話ですねちょっとそこを事実関係確認してみましょうかこの分離準備が通知できてるかって話なんですけども問題文ですね4ページを開けてください で4ページの縦3のところになります、ねまあ、分離準備通知ができているかどうかというのはじゃあ皆さんに問題です判断してください <laughs> って話なんですがはいじゃあ読んでいきましょう縦34、えー、ページの、ね、問題文縦3のところですね同月21日これあの役場の日なんですが引き渡しの日なんですが、まあ、午前11時頃から午後2時頃にかけて B はねこれ売り主だからねこれ準備しないといけない人ですが B は本件売買契約の目的物とするためね松茸を秋の収穫期に毎年雇っているましとともに収穫してでこれをおつ倉庫。 まあ引き渡すことになってるんですけどねお倉庫に運び入れて、えー、で同日午後4時頃には本県売買契約の約定に合う松茸たけ 5kg の箱詰めを終えたんだとこれも分離と準備できてますね箱詰めまでもちゃんと終えてますからねこれもそのまま引き渡せばいい,い,い感じじゃないですかだから分離と準備できてると思いますねだってあと通知でですけど、まあ、そこで B は直ちに引き渡し準備が整った旨を A に電話で連絡したところ、ね、A は同日午後8時頃におつ倉庫で引き取る旨を述べて B を借り了承したことなんで一応通知もされててるって話ですね一応ねこれあの民法の中級者向けの話なんですけどあの、まあ、本来その取り立て債務の特定の要件というのは分離と準備と通知なんですよって話ですが例外がありましてその通知が免除される時がありますね。それどういういですか っていううとそれはもうあの引き渡しの期日が決まっている,る場合はそれはえその売り主の方としては約束のものをさちゃんと準備まあ分離して準備してまあ待ってれば基本買い主の来てくれるわけだからその期日にねだからその引き渡し期日がまあ決まってる時は価値判断的に別にそのね利益考慮上通知までいらないじゃないですかだからそういう事案ではあの通知不要なんですね。で本件まあどうなのかっていうとまあ実は21日にあの引き取りに来るってことでまあ決まってるんで実はあの期日が決まってる日なんですよ。なので まあ結論から言ったら実は分離準備通知全部あのやらなくてもその数値がなくてもねまあ実際にあの特定されるんだって話なんですよねただこれをじゃあこの答案で頑張ってガン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 じゃあ書くかどうかって話なんですが皆さんに問題ですこれガンガンやりますかここのところ <laughs> その法律論レベルでさやりますここのところって話なんですけど結局結論としては分離準備通知全部やってるじゃないですかだからこの法律のところあんまり頑張っても結論に差が出ないんですよね 特定がさされれたかされてないかっていなところねそうするとじゃあどういう頭の使い方をするかっていうとこれあんまりやりすぎちゃうと他に大事なところだっ大体もう問題文全体把握した感じでさ他に書かないといけないところどうもあるなという話でもっと大事なところがあるのは明らかじゃないですかだからこれあまりやっちゃうと時間が足んなくなっちゃうからあえてそこは触れないっていうね、まあ、そのまま,まあ取り立て債務で その特定が認めめられるためには、まあ、理由ちょっと一言付してね、まあ、分離と準備と通知があれば足りるんですよってことを前提にねで当てはめしてで当てもさらっといけると思うからこの問題文の事実関係からしたらねだって約束通りのマツタケ 5kg 箱詰めしてりゃ当たり前だけども分離と準備されてますからね、えー、でそれ通知してるわけだから電話で連絡してるわけだから、まあ、そこのところさらっとまあ認定してこれ特定されてるんですよっていう話に今なってくるんじゃないかって思いますよね。でで今度ねままた戻ってきますでそこで、えー、8ページ のところですが、まあ、若干今回特定あるんで、結論として、だから、法律構成二つあるうちの。後者の方ね、五百六十七条二項。 の法律構成を使うことになってきますね。で一応確認で、はい皆さんに問題です。これパッと欲しいね。五百六十七条二項の要件を満たしたらどういう法的効果が出てくるんですか。まあ今回の事案処理することとの関係でね。っていうとそれはまあ目的物の引き渡しをまあね、えー、その受けてないにもかかわらず結局ですねその代金それを理由に代金支払い請求をまあ拒めないってことになってくるんですよ。要は自領地帯中の物のまあ名質はそれは自領地帯している人が悪いから自領地帯している人にまあそのね起件負担してもらいましょう。 飼い主の方はまだ目的物の引き出しを受けてないんだということを理由に相手からの代金支払い請求を拒絶できない。でその法的効果が 導き出せれば今回の説問に答えられるじゃないですか本件そういうことを理由に代金支払い請求を拒んでる人がいるわけですよね。でそういう中で、設問の究極の結論部分だというのは結局、本件売買鍵に基づいて代金支払い請求できるかと聞かれてるわけだから、まあ、結局、この567条の2項の要件を満たすかどうかで答えが出せるんだという感じになってくるんですよね。まあ、そういういいい頭の使い方をしていきます じゃあ要件ちょっと見ていきましょう。そうするとね、五百六十七条の要件、まあ条文見てね、要件引っ張っていくんですけど、まず要件丸一、えー、八ページの括弧の要件丸一、えー、ウリン氏が契約の内容に適合する目的物を持ってその引き渡しの債務の履行をまあ提供したことって話になりますね。まあさっきあの特定してたでしょ。分離準備して通知してでその特定しているのに弁済この丸一の要件満たさない。これは弁済の提供が債務の本旨にしたかと弁済の提供があったかっていうのは簡単に言えばそういう話なんだけど、それがあのないわけないから。 まあこの要件はさっき特定のところで検討したことかららすすれれば当然認められるってことになりますよね特定で、ね、分離準備通知まあ、して、まあ、物が特定してるぐらいのことをやってるんであればもう代償関係にあるから要はね特定の要件もすら満たさないでも実は要件もある位置を満たすことっていうのがありえるわけなんですよね。でそれが当然ね要件もある位置は充足することになるんだと思いますね。 で今度要件2ですけども飼、まあ、い主が利口を受けることを拒みまたは受けることができないことですねまわゆる事業拒絶または事領不能ねでなんかこれトラックがなくなっちゃったから取りに行けないんだみたいなこと言ってましたから、まあそこの事実関係を拾って、まあ、これ事領拒絶か事領不能か特定した方がいいと思うんですけど、まあ、そこを皆さんが自分でねこのトラックが。 とえー、松茸を取りに行こうと思っていたトラックが突然なくなっていたということが、ねえー、果たしてその受領不能、受領拒絶どっちの方にまに影響するのかというのはそれは皆さんの腕の見せ,見せ所ですから <laughs> まあそこのところをうまく、ね、事実をまあ評価してるいずれにしろ多分どっちかになりますよ。受領不能か受領拒絶になると思いますよ。でそうすると、まあ、要件は多分満たすすんだと思いますねで実際この567条2項の要件のうち一丸二ってね、あの受領地帯の要件と重なるんですよ。あの法定責任説取った場合ですけどね。 ちなみに細かいから一時メモしなくてもいいけど事業地帯の法的性質につきましてもう一つあの債務履行責任説ってあるじゃないですかあれの場合だとちょっと要件過重されちゃうのね債権者の奇跡自由というのがあの要求されるんで、まあ、上の要件丸二だけでは事業地帯にはならないんですが、まあ、それちょっと一般的な見解ではまあないのでね、まあ、そのとりあえずそこは深入りしないで、えー、そこまでやっちゃうとちょっと大変そうねでも一応なんかさ出題の趣旨にはありましたよねあの法的責任に関して多分法定責任説と 債務履行責任説どっちもありだっていうことを前提にするあの書き方してたじゃないですかさっきねちょっとちらっと言いましたけどねで一応そこまで踏み込むっていうのはありだと思うんだけど、まあ、結局あまりそこをやりすぎちゃっても全体的にこうねあの書くところがこう書くべきところを書けないってことになっちゃって良くないから、まあ、あえて目をつぶって、まあ、ここは通説的な見解と言われてる、まあ、法定責任説を前提にね、まあ、やっていってもらってもいいんじゃないかと思います。でそうすると あそうすると,とのはまたちょっと後であとでやりまして、えー、この後要件丸3ってところなんですが、えー、今ね567条の2項の要件の話の続きなんですけどこれ最後の要件になります、えー。履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに行くすることができない自由によって、えー、目的物が滅出損傷したことになるんですよね。 で、この解釈論の中でね。あの本件事業地帯の要件、満たしているかどうかってことが影響します。じゃ、あ皆さんに問題です。何でですか？<laughs> って話なんだけど、あのなんでその事業地帯の要件を充足しているということが、この奇跡自由の内容に影響するんですか？って話なんですけど、事業地帯の法的効果の一つとして、あの注意義務が軽減するっていうのが、まあ。 ありますよね基本知識でまあ入れとかないといけないんだけどねだからまあそういう意味でこの実はこの567条の最後の要件を検討するにあたってはその手前のところで実は受領地帯の要件を充足していたんだってことが大事になってくるんですよ要件の内容が変わってくる余地があるからね、まあ、そういう感じで複数の制度をこうね理論的に全部理屈もう理論的に組み立ててね、まあ、それで答案を作っていくということにもなってきますね。じゃあそこで 要件 ③ ちょっと見ていきましょうもう一回ね要件丸3ですが履行、えー、の提供があった時以後に当事者双方の責任に喫することができない事由によって目的物が滅出または損傷したことで要件丸3の関連事項なんですが飼、えー、い主の事業自体以後に当事者双方の無,期無奇跡でね、えー、要は双方の奇跡事由によらずにですね、えー、目的物が滅出損傷した時は飼い主である債権者の責任に期すべき事由によるものとちょっと別の条文引っ張っていかないといけないんだけど事業、まあ、自,自体中にね両双方の無奇跡で物が、まあ ししてしまうと結局ですね、あのまあ、これ、誰が悪いんですかって言うと、飼い主が悪いわけでしょ、受け取んないんだから、受け取んない飼い主が悪いわけだから、その価値判断が明文化されてるんですよね、飼、まあ、い主である債権者の責任期すべき自由によるものとまあ見なされるため、結局、567条2項が、文言上は当事者双方の責任期することができない自由というふうにはなってるんですけど、まあ、実際には、これ、債務者ですね、まあ、売り主の責任期することができない自由をまあ意味するんだってことになってきます。 まあ、売り主の方にさすがに奇跡自由があるんであれば、まあ、いくら受領地帯で飼い主が悪いとはいえねそれちょっと売り主をこう、ね、あの責任免除するわけにはいかないんでそういう価値判断がまあ全てこう現れてる条文になってるとこうやって解釈することによってね。というわけで結論、まあ、このね要件丸3っていうのは、まあ、とにかく受領地帯のそのメッね受領地帯中の 名室に関してその名室のまあ危険をね、えー、それはまあ本来やっぱり受領しなかった飼い主が悪いわけですから、まあ、その名室の危険を飼い主に負わせますよっていうまあ条文で,でその要件としてはじゃあどういうふうにあの解釈すべきかって話なんですけどもともと実はねここのところは飼い主のもう奇跡性があるんだってことはもう元ともと もうノーマルでもう見なされちゃってるから。あとは実際には売り主の奇跡性があったかどうかってところを検討するのが中心課題になってくるんです。よって話なんですよね。で、ここにはちょっと書かなかったんだけど、ここであのさっきのあの事業地帯があることによって買い主のあの？ 奇跡性の内容変わってくるからその要は経過室面積とかさあるいは事故の財産に対するのと同一の注意で、ね、その保管すれば足りるとかさで今名文上そうなってますよね事故の財産に対するのと同一の注意でよ、まあ、くて、まあ、特定語で普通はあの全管注意義務を、ね、引き渡しの時まで追うんだけど、まあ、全管注意義務がまあ免除されて、まあ、事故の財産に対するのと同一の注意を持っていけばいいわけなんですよね。でそうすると本件でさもうちょっとも,もしかしたら皆さんお,お忘れかもしれませんけどあの問題文でほらいろいろその辺のところにさ関係しそうな事情あったじゃないですか。 あの最近盗難が多いから二重に鍵しないといけないとかさ普段はまは1個しか鍵してないんだけど、まあ、二重に鍵しないといけないとで盗まれた時1個しか鍵しなかったんですよねでそういうところが結局この奇跡性の内容ね、まあ、全館注意義務なのかそれとも事故の財産に対するのと同一の注意なのかでやっぱここは当てはめに影響するんで大事な事実関係になると本文の、ね、処理をするにあたって大事な事実になるんですよね、まあ、ちょっと4ページを見ていただけますかね 4ページの縦子のところです問題文のねこの辺の事実関係がすごく大事だってことなんですよ、ねえー、ちょっと見ていきましょうあで一応あの、はい、じゃあ皆さんこれ読む前にこれ今何のために見てます法律論的に言うとっていうと、えー、今ねあのその債務者の規制あの要,要はあのその売り主の奇跡性を見るわけですよ債務者の奇跡自由による場合は事業、まあ、自,自体の危険を、えー、そのね、えー まあむしろこっちの方で追わないといけないということになるのでその奇跡性があるかどうかということをまあ見なければいけないとで通常さっきだ言ったとり目的物を特定してますので、まあ、その全管注意義務を、ねえー、追うんですけれどもでも今本件相手が受領地帯になっちゃってますのでその注意義務が軽減されてるんです今売り主の、ね、農家さんのほうまつの引き渡し義務を負ってる方の人の注意義務というのがまあ軽減されて事故の財産に対するのとまあ同一のまあ注意を、ねえー、持って保管すればいいんだけどそれが尽くされてるかどうかというところを見てほしいという話ですねじゃあ見ていきましょう 建物、えー、のところですが、えー、B はこれ売り主の、ね、農家さんの方ですがあ B は A からこの電話を受けて、まあ、トラックがなくなっちゃったから取りに行けないんだよみたいな、ね、ことを言われちゃいましたけど、まあ、B は A からこの電話を。 えー、受けてですね、えー、引き渡しに備えてオツ倉庫で待機させていた C に、えー、引き上げてもよいと伝えたとでその際 B は近隣で農作物の盗難が相次いでおり警察からの注意喚起もあったことから C に対し客に引き渡すあまずこの段階あの2行目近隣で農作物の盗難が相次いでいるという。 ね、注意喚起が警察からあったってことになったら全館注意義務としてはやっぱりこれちょっと二重の鍵をしておかなければいけないんじゃないかって話になってくると思うんですよね。えー、で事故あじゃあ皆さんこれちょっとこれ価値判断分かれるんじゃないかと思うんですけど結論としてはねこれ結局離行従助者の C さんが、まあ、二重の鍵忘れて1個しか鍵してない間に物を盗まれてしまったんですけど1個しか鍵をしないということはまあ まあちょっと全樹義務に違反してると思うんですけど事故の財産に対するのと同一の注意義務これを尽くしたといえるでしょうか。 っってて話話ななんだけどどうののかって話なのねかここは多分あの皆さんの価値判断次第で、まあ、結論が分かれるんじゃないかと思うんですよ。例えばじゃあ皆さんが農家もう自,分自分が農家になったと思ってください松茸農家で、まあ、一応収穫した、まあ、こうね松茸をじゃあ倉庫に、えー、保管しようという時に、まあ、この近くで、まあ、ちょっとこう盗難を相次いでるんだってことで,でこれ一応まあこれお客さんに渡すものだったらちょっと慎重にねちょっと面倒くさいけど、まあ、二重の鍵かけようと思うんだけど、まあ、これあとで自分のものとしてまあ使うんだってことになった時に事故、まあの財産に対する統一の注意としては、まあ、どうなのかって話 んだよね、二重の鍵までやんのか、まあ、一応でしかもあの物が盗まれたのがあの午前7時に9月なんですよ9月の午前7時っていうと大体明るいですよ、ね、そういう明るい時間帯の7時からまあ10時ちょっと過ぎぐらいの間にまあ物が盗まれたと。でしかもその 近くその倉庫の近くで農作業をするそ理工補助者の C さんが、ね、倉庫の近くでちょっと農作業をするっていう間しかも明るい時間であれば、まあ、皆さんが自分の財産であったとしたらそのマスタキがね、まあ、自分の財産だとしたら、まあ、二重の鍵までかけるのかどうかそれともまあ通常通りねいつも通り1個の鍵でかけて終わりにするのかって話なんで,でそこで、まあ、い,いつも通り1個の鍵で、まあ、自分の財産としての注意義務を尽くしたことになるんだってことになるんであればこれはその奇跡性がないんだって話になると思うんですよね。でもまあ逆にまあそういうい ような状況、まあ、いくら自分自己の財産ではあったとはいえねでしかも9月で明るい時間帯で昼まで、えー、まあ近くでその作業をしていたとはいえ、まあ、やっぱり二重の鍵まで自分のものでもまあ鍵をしなければいけないんで皆さん,皆さんがもしそういう価値判断をまあ持つんであればそれはちょっとね今回売り主の方にまあ奇跡性があるんだとまあいうことになりますので先ほどの567条2項のまあ要件三との関係で言うとね まあ結局その双方の席順に及らずにっていう要件を満たさないことになっちゃうから、まあ結局五百六十七条二項の法的効果が生じないことになるんですよね。で五百六十七条二項の法的効果というのはさっき言った通りさ、あの物の引き渡しをまあしていないってことを理由に代金支払い拒絶まあしている人がいるんだけど、それにもかかわらず代金支払い請求できるっていうそういう効果がまあで出てくるわけなんだけど、そういう効果が認められなくなっちゃうんですよ。結局その自分の方に注意義務、その売り主の方にね注意義務があると、結局そういう履行拒絶がだから結局相手の履行拒絶が優先したというってこと。 なっちゃうんで結局代金支払い請求ができないってことになっちゃうんですけど、まあ、そういうところに今つながってくるって話なんですよね。というわけでここはまあ結論ねどっちもまあ,あり得るという感じなのかなと思いますね。で一応ねなんか採点実感とか取材主に一応なんか先生方ね試験コーサインの先生はねどうもやっぱこれ奇跡性なさそうな感じだったんですね。このまあ事故の財産としてだから多分まあやることやってるんだって多分あの価値判断も持たれたんじゃないかと思うんだけど、まあ、そんな感じのことがあの書かれてますね。 まあ一応、ここだから、別に答え一つに決める必要ないんですけどね。まあ、一応、試験交際員の先生としては、こういう状況であれば、ね、まあ、さあの一応、奇跡性はないんだというふうにあの考えている。ところが、一応、一つの物差しとして、ね、価値判断としてまあ伺うことがまあできるんだという話になってきます。じゃあ、戻っていきましょう。で今、ね、八ページのところの要件丸三の話をしていたんですね。最後、五百六十七条の二項。で私もちょっと。個人的には、これ、一応、自分の財産としての注意義務はまあ尽くしているな、というふうにあの思ったんですよ。なので。 結論としては8ページの一番最後のところになりますが、8ページの一番下のブロックになりますが、まあ、以上の567条2項の要件、丸1から丸3までを、まあ、私、充足すると思うんですけど、まあ、その充足するとね、その法的効果として、B がまつ5キログラムを引き渡すまで代金は支払わないとして、A が B の代金支払い請求を履行拒絶しているにもかかわらず、B は A に対し、本件売買契約に基づく代金支払い請求をすることができることなんですよね。でこれでで答え出せますかかから本件、ね、売買契約にいいて代金支払い請求できるかどうか いうのがこれが究極の問いですからね今回のね。なんでこの思考過程ができれば、まあえー、答えが出せると。で今言ったとおりあの同時以降の答弁なんで一と言もまあ出てこないわけねここのところはね。でさっき言ったとおり同時以降の答弁だ出したって、まあ、確かにあの同時以降の答弁権ってさっき言った通りさその結局 弁済の提供の継続していかないとまあ意味がないところがあってね。で本件はそういうことが一切書いてないから、まあ結局同時履行の抗弁権の主張に対して弁済の提供をしたんだ。まあ今回弁済の提供自体はあるじゃないですか。継続はしてないけどね。弁済の提供はまあ一応してるんで、じゃあそこをつついてさ同時履行の抗弁権に対して弁済の提供を当てるかって言ったら当てても主張失効になっちゃうんですよね。弁済の提供の継続をしないとその相手方が主張している同時履行の抗弁を潰すことができないから、まあ結局何の意味もないまあ主張になっちゃうんですよ。同時履行の抗弁に対して弁済の提供したっていう。 このセット,ねセットでね同時にこの公弁の主張に対して弁済の提供したというこのセットこの主張は本件の事案処理するには何の意味もないことになっちゃうということねだから出題の資料も一切書いてなかったし採点時間も,なあのもう評価することができないんだって一言ねもう書いてもう終わっちゃったって話なんですよねじゃちょっとね採点時間ご紹介しましょうで、えー、このね試験交際に求められてる答案を書くにあたって気をつけてほしいのは例えばその9ページのところなんですけどもあでこれいきなり読むとねあのちょっと あの誤解されちゃうといけないんで、一応ちょっと復習。さっき同じ話したんですけど、本番の試験って、まあ各科目じゃ論文試験100点満点だとしますね。で、その時100点満点取んなくてもあの合格できるんです。実際にはさっき言ったよ通り55点から60点ぐらいのところを取ってもらえれば、まあ結構上の方でまあ受かるまあ可能性があるんだって話なんですよね。で、その時出題主とか採点実感を見て、その通り完璧に書ければそれは100点満点なんでしょうけど、そもそもそれは絶対不可能なんだと思うんです。その時間内にね、それ完璧にあそこまで書き上げるっていうのは不可能だから。 まあ最初からやっぱその55点とか60点っていうところを目指していくしかもないと思うんですよ実際上はね。でそういうのを考えた時に思いついたことを全部書いちゃったら絶対時間足んなくなりますからねって話を思い出してほしいのね。でそれをちょっと念頭にちょっと採点実感見てください。えー、9ページの 縦に採点方針ってところですね、これ試験講ー員が将来の受験生に向けたメッセージとして出してますんでね、ちょっと取り入れられるところは取り入れてほしいんですけど、2段落目のところですいや、3段落目ですね、その際っていう段落です、えー、その際、単に知識を確認するにとどまらず、掘り下げた考察、ださっきだったらやっぱその注意義務ね、2個の二重の鍵のところとかさ、ああいうところ、すごく大事だと思うんですよね、まあ、掘り下げた考察をして、それを明確に表現する能力とか、えーまあ、論理的に一貫した考察を行う能力、それから、やっぱこの具体的事実ね、これをまあ注意 深く分析して論文試験ってやっぱり事実が大事なんで、えーそのね、知識はもう担当試験で聞いてるんでねやっぱこの事実をしっかり取り上げるっていうのが大事ですけどその具体的事実を注意深く分析し法的な観点からまあ適切に評価ね、まあ、だから法的な観点から適切に評価するにはさっきのところで言えばちゃんとやっぱこれが危険負担新法のもとだったらこれが567条2項の問題だって気づかなきゃいけないんだけどねであとはちゃんとその、まあ、567条2項の話って気づけば、まあ、条文読んだら要件出てくるんでその 要件に当てはまるその要件の,、えー、その当てはまりするのに必要な具体的な事実ねそれを、まあ、問題文の中からこう探してくるわけですよ。 で、そういうことでね。その法的な観点から適切に評価する能力をまあ高める。えー、ああ、確かめることとしたとで、これらを実現するために一つの設問に複数の採点項目を設け、採点項目ごとに必要な考察が行われているかどうか、その考察がどの程度適切なものかに応じて点を与えることをとしたことも従来と異なるないとこれずっと。あちなみに令和あの今採点時間で最新この授業やってるのを最新だと令和元年なんですけどえー、令和2年の試験終わったばっかなんだけどね。まだあの採点時間出してくれてないんですよ。まだ試験終わったばっかだからね。で、令元年の。 人間がこの事業をやってるものではちょっと最新のものになるんですけど全く同じことはあの書いてありましたからその先の試験もね。なんでそれを念頭に、えー、このねさら、えー、にっていうところで。 さらに複数の論点に表面的に言及する答案よりも特に深い考察が求められている問題点、えー、について緻密な検討しそれらの問題点の相互関係に異を払う答案がこれ、優れた法的思考能力を示していると考えられることが多いんだということでそのため採点項目ごとの評価に加えて答案全体として評価し、えー、論述の緻密さの程度や構成の適切さに適度、えー、程度に、ね、応じても点を与たるとでこれらによりある説問についての法的思考能力の高さが示されている答案 には別ののについいいててほらなななんんと必要な検討がなくてもいいんですよ本当は、ね、検討必要な、まあ、問題なんだけどその必要な検討の一部がなくそのことにより知識や理解が一部不足することがうがわれる時でもそのことから直ちに答案の前提が低い評価を受けることがないようにしてるっていう話なんですよね。<laughs> でこれをあのここには書いてないことと組み合わせで読まないといけないんだけどもともと100点満点というのは絶対取れないわけですよ時間内にねだからそういう点でやっぱ自分が気づいたところで大事だと思うところを掘り下げてあの書いていくしかないと思うんだけどそういうことをちゃんとやっていくとね必ずあの合格点にあの届くように今なってるはずなんですよね。 というわけでこういうちょっと意識を、ね、まあ、とにかく論文試験は、単に知識聞いているだけじゃなくて、やっぱその知識の正確な理解がされていることを前提にね、ねそれを事例の処理にできるかどうかね、ねその能力をあの試してますね、当然、試験受かった後に法律家になったときにさ、そういうことをやってあの仕事していくわけですから、まあ、そういう素養があるかどうかっていうのをやっぱ試験でま見てるんだと思うんですよね、だからそういう能力があるかどうかっていうのが、まさにあのこう試されてると、試験の段階ではね試されているんだって話になるんだと思います。 そして10ページの方に行ってください。でここから縦算で採点実感って話なんですけれどもで、悪いとはの例をちょっとご紹介しましょう。10ページの縦3の縦ですね えー、1のあのところ説問1の全体的な採点実感でこれちょっといくつか抜粋あのさせていた,い,たいただいたんですけれども、えー、まずこのね私が抜粋したこの1個目のブロックですね10ページの、えー、縦31のあの1個目のブロックのところなんですがこれ評価が低く,な低くなった答案なんですが、まあ、評価が低くなった答案を中心として飼い主は事業地帯に陥っていたから売り主による代金支払い請求は認められるとするなどそもそも代金支払い請求の奇数に関して要はの危険負担に気づかないの。 こういういい問題なののに、ね、危険負担とか事業自体とかったあその諸制度の相互関係が理解されていないといなととうここが伺われれるものねおそらく同時以降の公弁の方に中心やっちゃった人は多分ねこれ気づかない形の答案になっちゃうんだと思うんですけど、まあ、とにかくね本件がやっぱ「危険負担のまあ問題なんだ」という話ねさっき言った通りもう弁済の提供を継続するつもりがないってことは,はっきり問題文に書いてあるわけだからねもう一度やったんだからもういいんだってことを言ってるわけだから、まあ、同時以降の公弁の 主張に対して、弁済の提供の継続という反論が成り立たない。まあ、事案だから、その構成をする意味がないんですよね。そういう事案の中で、まあ、物が滅出したときにね、その代金支払い請求ができるかどうかっていうのは、やっぱもう危険負担しかもないからね。危険負担の問題でも処理するしかないから、まあ、そこに今ストレートで、まあ、行ってほしいという話ですよね。で、危険負担の検討する過程で、結局、あの、その、奇跡自由ね。まあ、その程度が、まあ、影響することになると。で、その時、その奇跡自由の程度を、こう、動かす。 法律構成としてはあの受領地帯があるんでね、そこをまあうまく組み合わせると、危険負担と受領地帯うまくまあ組み合わせて、そこでこうね何をどの順番で書いていくと問いに答えられるのかどうかってことをねちゃんと決めていかないといけないって話なんですよね。だからこれは本当に基本知識の本当の理解がまあ必要になるって話なんですよね。単に各制度をバラバラに知ってるっていうことがその試験に必要な基本知識ではなくてね、その各制度がちゃんとこういう事例の処理に使えるようになって初めてその基本知識ができたってことになるんでね。まあそういうことがあのミニ についてないといけないというのは過去もやらないとわかんないんですよね結局ねで今度ですね 10, 10ページの2個目のブロック、次のブロック見てくださいまあ、個別的に見ると上記1で、これちょっと抜粋してきましたあのまあ 問題点、丸一丸二丸三で3つ挙げてたんですけど、ちょっとそこはしょっちゃったんでね、ま、え、る、ー、だけピンポイントでいくと、これ、種類債務の特定のことが書かれてたんですけど、まあ、種類債務の特定に関しては、まあ、目的物の分離準備、それから債権者への通知を要することなどに詳しく言及することができている答案が多くあったが、これね、いい答案の例としてあの紹介してくれてます。で、えー、そのような答案であっても、この指摘は取り立て債務に関するものであり、本件も取り立て債務であることを事実関係を踏まえて、まあ、簡潔にね。で先ほど言 はずなんであの特定されてるかされてないかっていうところの結論は多分、本件の事情からだとあの結論がかんないはずなんですよね、どの見解を取ってもね、えー、明らかにはその特定の要件全部はっきり満たすようなあの事例が出題されてるから、まあ、簡潔にまあ論じて、まあ、とにかく特定が生じてるんだっていう話をまあしてほしいという話ですね、それから最後のブロックですけど、また、これ、悪いとはの例あ、この点線引いてあるのはあの悪,い悪い例です。えー 実践のところは積極的に取り入れてほしいところ、転生のところは悪い例で、こういうことをやると、ちょっと合格から遠ざかっちゃうよって話なんですけど、えー、最後のところですね、10ページの一番下のブロックで、また、そもそも本件においては、事業地帯が生じているという事実関係に気づくことすらできていない当案ね、えー、もう相当当、時あったということですね。えー、で、当初の予定通り目的物である、これもう価値判断的なことを言ってますね、当初の予定,予定通りね、だから頭柔らかくしないといけないんだね。えー、もうう一つ一つの制度をただ知っってててますっていうんじゃなくて そのの事案の、ね、バランスをちょっとこう考えていいきたいんですけど当初の予定通り目的物である松茸が引き渡されていたならば盗難は発生しなかった、ね、発生していなかったとも言えることが本件の結論を左右する要素となりうることは事案を精査すればそれほど困難なく、ね、思い至ることができると思われると。 いうことですねまあ、このことからは結論を導く上で考慮すべき要素を事案の中から適切に抽出し評価をする能力の一層の寛容がま必要だということになってますこれ結構レベルが高いことが書いてありますねこれやっぱこの事案の えー、結論の妥当性こういうその売り主・会議のそれぞれのまあ事情がありましたけどこういう事情のもとで最終的にこの滅スに関して不利益を被るのがどっちなのかそ,のそういう価値判断がわかるんじゃないかなって話なんだよねで当然その価値判断を法律構成しないといけないんだけど <laughs> そもそもその法律構成すんぬんの前にねその事案の落ち着きどころっていうのがわかるじゃないですかってねそういう話をここのところはしてますよね。で、えー、11ページの、えー、今の一番上のブロックの2段落目以上のほかってとこですねでこれ悪い答案。 の例です本件の主要な問題は上記の通りなんですよ。 であるにもかかわらず、引き渡し債務との、ほらだから同時以降の抗弁、さっき言ったと意味がないわけね、同時以降の答弁に対して、弁済の提供の継続がある事案だったら、それは意味があるんだけど、本件、それやってないんでね、まあえー、同時以降の答弁の検討に必要以上の多くの記述を費やした答案が少なからずま見られたと、しかし本件においては、引き渡し債務の、あで、ここはだから深いのね、さっき私がいろいろ喋ったことが頭の中で理解できてないと、多分ここわかんないと思うんだけど、本件においては、引き渡し債務の目的物は特定しており、かつ履行不能とまなってまいるからね、まあ、これと、 同時履行を論ずる意義はまあ乏しくね、えー、この点については大きな評価を与えることはまあできなかったって話なんですよね。ここいろいろ懸念がありますね。結局同時履行の公弁に対してはまあ弁済の提供の継続しないとまあ意味がないっていうところなんで、まあそういう弁済の提供の継続してない事案だったらまあ別の観点からね、これ事案処理しないといけないって話で、そしやっぱ物が消えたのにね目的物がもう名出してんのに代金支払い請求できるかどうかって言ったらそれも危険負担の問題なんでね、その名出を無主買返しのどっちの方が危険負担するべきなのかっていう危険負担の問題だってな気づかずなんで。 で、まあそういうところを気づいてほしかったなって話なんですよね。そしてですね、今度答案の例ってところですね。で、優秀な答案の例なんですけども、11ページのいいのところで、優秀に属する答案の例は、まあ本説問では上記のまあ丸1からまあ丸3ね。 メイン論点3つあったんですよね、まあ、種類債務の特定の有無と、危険負担の適用の有無と、あとこの危険負担における債務者の責めに来することができない自由の有無の判断この、この3点もメインなんです、本件の処理をするにあたっての、ね、ポイントはねで、それをやっぱ各点に関してバランスよく論理的なね、論述がされているということね、であとはやっぱ事実関係。 に基づいてね抽象的にじゃなくてやっぱ論文試験で事案の処理をの能力が聞かれてるからそのさっきの問題文にいろんな事情があったからねその事実関係に基づいてポイントを的確に指摘して判断示すことができてるもんねこれがまあ優秀な答案の例なんですよとで不良の答案の例これちょっと反面教師で一回見ていきましょう。で、えー「E」のところの4つ目のブロックで「不良に属する答案の例は設問1において危険負担が問題となることを指摘することができてないものね。 えこれ下手すると足切り、足切りされますからね、設問1に関してね、そこだけ見ちゃうとね、もちろん、設問2、設問3もあるんで、あの民法が直ちに足切りされるわけじゃないけど、これ、さすがに危険負担、最初気づかないでいかないと、設問1だけ単独で見たら、足切りになっちゃうと思いますね。というわけで、まあ、その危険負担が問題となることを指摘することができていないもの、えー、それからその債務者、まあ、各売り主の、ね、責めに来すべき自由が損するかどうかの検討ね、でこの売り主の奇跡って、まあ、農家さんだけど、そのさっきの鍵ね、えー、その普段は一個しかしてないけど、盗難がね、いろいろ 出てるんで警告されてるってことで、まあ二個の鍵しとかないといけないところをうっかり立候補者が、あ、C さんがね、一個の鍵しかしないで盗まれたところね。この辺のところやっぱ大事なんですよね。この奇跡性のところね。えー、まあその検討でこの検討できてない人やっぱ不良の答案になっちゃうんで、それってやっぱ事案の処理になってないんですよね。このあれだけ具体的に奇跡性の有無をさ、あの検討させるような事実関係があるのに、あれをなんかまともに取り上げないでなんかさらっとね、抽象論だけ書いちゃうと、やっぱ事例の処理にはなんないんですよ。論文試験の答案としてやっぱあ認められないものになっちゃうから、そうなやっぱ不良の答案で。 下手すると足切りなんですよ。設問一だけで捉えちゃうとね。ええー、まあ、そういう感じですね。 さてで今度ねカッコ4のところで一番下のところなんですが、まあ、全体を通じて補足的にしておく指,摘を指摘しておくべき事項という話で,で結構ためになることが書かれていました12ページをご覧くださいでちょっとね授業の時間そろそろ足んなくなってくるなというのが予測されてたんでちょっと横にカッコつけておきましたんで12ページの右側の方にあのちょっと長めのとんがったカッコしているところここだけはちょっと最低ご紹介したいなと思ってねちょっとあの持ってきたんですけど12ページのまずね1個目のブロックのすなわちというところですね。 すなわち本門の各説問にもあられているようにある1つの事案を解決するにあたっては複数の制度や判例等にまたがった分析がまあ必要だと当然ながらそのためにはほら今日まさにこの通りですけど個々の制度等についての理解はもちろん必要なんですよだけどさらには制度相互感のね 体系的な理解が必要だとでここ結構受験生がよく勘違いしてるところがあってね各制度バラバラには要件効果あの分かってますよとでそれで基本知識には自信がありますって言ってもそれはねやっぱ論文試験ととのの関係ででではまだだ足んんなないっってこすすよよねその別試の試験験た担当試験しかないようなさあの公私がまあ自分公務員やってたことがあるんで公務員試験ばかにしてるわけじゃないけど例えば公務員試験だったらまあ別にそんな難しいこと聞かれないからね、まあ、そのかわり科目がたくさんあるんでね一般教育とかも含めて大変なんですけど、まあ、公務員試験の民法だったらさ、まあ、別に一つ一つの制度が分かってればまあ十分合格点なんだけど まあ司法試験予備試験は、ね、そういうわけにいかないんですよね、やっぱそういう試験の質に合わせた学力ね、つけていかないと、それは基本知識がやっぱ身についたことにならないって話なんですよね。というわけで、この相互、制度相互間の体系的な理解が必要になりますよと、でその上でこれを1つのまとまった分析結果としてまとめ上げるためには、そのほら、やっぱり理解が大事なんですけど。 とにかく理解です丸暗記じゃなくてね、まあ、理解してる内容を示された事実関係を踏まえて論理的に展開していくことがまあ重要なんですよって話ねこれだから日頃のやっぱあのそのね勉強に対する姿勢ですよインプットの段階でなんか適当にやってないかどうかって話なのねちゃんときちんとあの理解するようにまた、あ、理解をちゃんとしてるかどうかっていうのねそこがまあ大事だって話ですね丸暗記じゃなくてね そして2つ目のブロックの2段落目、これもやっぱりちょっと横にね、長いとんがった括弧を書かせていただいたところですけれども、一、えー、つはという段落ですね、一つは問題文に、あでこれ、悪い答案の例あの、悪い例ね、点線のところ、えー、問題文に記載された事実からは引き出すことのできない、強引な事実関係の解釈、認定をする答案、これも最悪だっていう趣旨のことがこのあと書かれています。 えー、この問題文にない事実を論文試験で作り上げてしまったのこれ最悪なんですよ。で例えばってとこですけど今見たねこの例えば説問1において自動車を盗まれて期日中に引き取ることができなくなった A は同日午後8時頃今日は取りにはいけないがね、えー 具体的なことは翌朝、改めて連絡する旨を電話で、ね、農家の B にまあ伝えているとこれ事実4にありましたがこれに対する B の対応は問題文中になら記載されていないから問題文からは履行期の延期がされたとは到底認定することができないのに、ね、その旨のまあ合意があったと認定する答案ね、こういうことやっちゃいけないのね、問題文の事実にないような。 もちろんあの履行期の,、ね、その延期に関する合意っていうのは、まあ、明治の合意だけじゃなくて目次の、まあ、合意っていうのもまあ,あり得るとは思うんだけどおそらく本件はちょっと事実関係が少なすぎるから目次の合意を認定できるようなつまりまあ明治の合意 等の比較で言うとさ、目次の合意ってどういう要件のもとにじゃあ認められるかって言うと、ちょっと一般的な話をすれば、まあ、要は合意っていうのはさ、当事者の意思の合致じゃないですかで、そうするとそれ目次でもまあいいんですけど、やっぱその明示の意思が合致されたと値するような。そのね、事実関係がやっぱ揃ってないといけないんですよね。そういう事実関係のところから、明示の意思の合致が推認できるぐらいの。それなりの具体的な。 事実がなければまいけないんですけどもそこまでの事実はないですよね今回の問題ねだからやっぱり出題者はそこ聞いてないって話でそれを勝手に受験,受験生が問題文にない事実を作り上げてそれ前提にやっぱり論じちゃうとねそれはやっぱり出題の意図から遠ざかっちゃうっていう話なんですよねというわけでそういうところはまあ気をつけてほしいなという話ですねそれから最後のブロックに飛んでてくださいまた設、えー、問1については問題文では、えー これいい例ですね B の本件売買契約に基づく代金支払い請求は認められるか理由を付して回答しなさいと問われているのだからそれに向けて直接に、ね、事故の分析の結果を論述していくのがまあ望ましいとでこのあと悪い問案の例ところが A と B のそれぞれの主張を前提としながら当事者双方の主張反論についてこれ全部悪いだよね A は何々と主張する。 これについては点々と考える、これに対し B は何々と反論する、これについては点々と考えるといった形式で論述を進める答案が散見されたと、このような答案はそれぞれの首相反論といった形式で記載しようとするあまり、ね、論旨の明確性を欠く嫌いがあり、中には論理的な一貫性を欠くものも見えられたと、でこれね、ね要は代金支配請求が認められるから、優婦して回答しないいという問いに素直に答える方がまあ望ましいということになっていますね。 で補足してきましたまずねあの市張反論型の答案構成はねまあ、私個人的には論点発見するには有益だと思ってるんですよいろいろねだけどねちょっとやっぱその悪いところもあってまあ、これ今回採点時間に指摘されたんだと思うんですけどこれがしかしってとこですしかしま取、あ、材形式として市張反論型の回答が求められていないときに頭の中で思い浮かべた主張反論型をそのまま答案の形に表現してしまうとねやっぱどうしてもちょっと無駄な そのつなぎの論述が多くなっちゃうんですよ。つな無駄にこうつなぎのね、文章がまあ増え、増えてしまいますから。一つ一つの論述の内容が、まあ、浅くなってしまうと。例えばだよ。<laughs> 主張が、じゃあ四行ぐらい。反論。 3行ぐらいとかさで再販路4行ぐらいってことで何かこう一つ一つのメインに本来メインとして検討しなければいけないようなところが浅くなっちゃうあのその恐れが高いんだって話なんですよね。で13ページのね、まあ、今1行目の線引いたところですけど一つの一つの論じの内容が浅くなってしまい、まあ、取材者が受験者に求めていることにの確信に迫れずですね点数が伸びないあ恐れがあるんですよと。 でまあ第ケ形成に合わせて問いに素直に答える力も、まあ、これもあの訓練により伸ばせる学力の一つでありますので、まあ、日頃からですね、まあ、問いに素直にまあ答えることを心がけたいと特にあのこれがはっきり出ちゃうのがね、ね、まあ。行政法の試験です、ね、司法試験でも予備試験でも行政法の論文試験ってね、結構、あの、説問にプラスしてさらに問題文の本文のところになんか会話文とかがあってね、いろいろこう、説問の方向性指示誘導 <laughs> されているところがあるんですけどやっぱああいう。 問題にね、きちんと素直に答えるようなあのためには、必要以上にはやっぱり主張反論が聞かれてるわけじゃないのに、主張反論にしちゃいけないしね、やっぱり問われてることにあの素直に確信に迫るようなあの法律構成、理論構成をまあ考えていかないと、まあ、いけないんですよね。で、一応、このあと書いてきましたけど、あのもちろんあの反論、主張反論型で書かせるときもありますから、問題文の形式上ね。あああるいはまあ主張反論型とはまああの とまではいかなくても、まあ、反論を踏まえてあの論じなさいとかさ、まあ、そういう形であの書かれてるとがあるんで、まあ、それはちゃんと従ってください。そこのところにね。要は主張反論型っていうのは、えー、話をまとめますと、まあ主張反論型っていうのは、ま論点を発見するにまあ するにはま非常に有益なんですけども、問いがそれを直接求めてあのいないときにね。まあ、それをこうやってしまうとま1、あ、つ一つの論述がま浅くなってしまってね。で、結果、その問題文のその本質にま迫れずですね。まあ、点数が伸びない。伸びにくいことがまあるんですよと。とまあ、そこは気をつけてください。という話ですね。じゃ、以上です。さて、じゃあ今度。 ここまでのところでだいたいね自然、えー、のし採点実感を見たらはいじゃあ皆さんあのここであの今日改善すべき点何でしたって話でそれが14ページのところなのねで例えば最初はこの問題も見た時に、まあ、一応なんかほら代金あの目的物の引き渡しがされてないからお金払わないでっていうようなこと言ってたからあこれはなんか同時利口の答弁の話をまあしてるんだなってことでね。でそうするとさあのまあ同時の公弁 が、あの主張されてる時にね、これも全部間違った法律構成、今から喋りますけど。例えば、あれが同時以降の抗弁なんだって構成、ました場合に。それにもかかわらず、まあ、代金支払い請求ができるとしたら、まあ、どうなるのかというと。相手方の同時以降の抗弁権を打ち消す。そういった法律効果を、こうね、導く。そういったその法制度を考えればいいわけですよね。で、それで、例えば、じゃ、受領遅滞だとか。あと、法改正前、の弁済の提供の効果ね、弁済の提供と受領遅滞って、あの、まあ、表裏の関係にあるからね。まあ、同じ効果が生ずるんですよと。で、その効果の、まあ、一つに、相手方の同時以降の抗弁権を打ち。 打ち消すすんだっていうまあ効果がありますから、まあ、そういう点でねあこれはとにかくまあ同時以降の答弁に対してそれを打ち消すためのまあ事業自体あるいは弁済の提供、えー、それがまあ成立してるんだということを言って、えー、それで結局ね、まあ、代金支払い請求ができるんだっていうのが法律構成みたって感じで思う人も出てくると思うんですねでしたら実は趣旨と実感を見たらそんな法律構成は <laughs> まあ求められていないんだってことが分かるんでそれが今回のまあ改善点だということになりますよねじゃそれを念頭に14ページご覧ください。 第2の4改、改善すべき点の確認ですが、コメント、えーまあ、一度ね、自力で答案を作成した後に、改善すべき点が何であるかまあ受験生一人一人ね、今、私が喋ったところ、引っかかんない人もいるからね、よく勉強してる人はね、えー、で、まあ、今回はね、この講義の勉強を試しにあの改善点を一つ想定することにしますねで、例えば、説問1の問題文の Q のね、先ほどの B が、まつけ5キログラムを引き渡すまでは代金は支払わないとの A の発言から、本問は同時以降の公弁権が問題となっていると思って、答案を作成したけれど、まあ、趣旨事 実感を見たらね実はそこは関係なかったんだということがわかったという場合ですねで、この場合の改善点って何ですかはい、皆さんこれ同時利口の公弁だと思っちゃった人の改善点って何ですかって話なんですけどそれを一応ねまあ、これも人それぞれだと思うんだけど この場合の改善点としてはまず本文を回答するにあたって同時事項の公弁権に言及する必要がない理由を納得することですよねでその上でどのような法律構成による回答が求められているかを理解してねその理解を答案に表現することってことになりますねで皆さんこれちょっと今やってもらいたいんですけど本件ななんんでで同時事項の公弁権に言及すする必要がないんですかこの理由納得してないと将来の試験で皆さんやらかしますからね まあこの同じ論点じゃなくても結局まあ各重要な法制度が出てきた時にそれを結局事案の処理に使えないってことだからこういう意識で勉強してないとね。なんでやっぱここはちゃんんととと理解をしていいいいかないといけなけ思うでですよでそうするとまあさっきの話の繰り返しになりますけどやっぱりこの本件はまあ一応目的物松ツの 引き出しをまあ受けてないんだってことを言うにまに代金支払い許諾してますけど仮にそれが同時履行の公弁権のまあ主張だとしたらそれを打ち消すためには弁済の提供を継続しないといけないわけでしょだけど本件は明らかに弁済の提供を継続する意思がないからもうその法律構成が取れないんだってことをちゃんと理解しておくことなんですよでそうすると基本地域といたしましてはこれちょっと目次を見ていただきたいんですけどこれ1ページにすいません行ってくださいちょっとこれからね忙しくなりますがいろんなところ行きますがえまあ今後のねこういう勉強の仕方するんですよって話なんですが1ページの目次で この第2の5のとこです、第2の5で、これ、本文の回答に必要な基本知識をちょっとこう抜粋しておいたんですよ、でそこで、ここですね、あの危険負担のこの下のところで、同時以降の抗弁権にまつわる攻撃防御方法、のろのろ、同時以降の答弁に対する反論、20ページってなってますよね、じゃあ、ちょっと20ページ開けてください。ここの理解ですねまず ここがちゃんと分かってしかも事例に使いこなせるようになってるんだったら本件では同時事項は書かなかったはずなんですよで20ページのところですけどまあ一番上のところですね、まあ、同時事項の公弁権にまつわる攻撃防御方法って話ですがで矢印のところです、まあ、同時事項の公弁に対しては例えば次の1ないし丸3の反論がまあできるんですよとで、まあ、今回ちょっと時間の都合でねもうピンポイントカッコ2の反論丸2弁済の提供の継続というところを見てくださいで矢印のところですが とえー、総務契約の当事者の一方が一度弁済の提供をしただけでね相手方にその履行を強制するのは公平ではないですよとそこで相手方の同時以降の公弁権を消滅させて相手方に債務の履行を強制するためには履行上の権利性を維持するのがまあ公平だと同時以降の公弁権の製図詞って何ですか皆さん。 というとまあ当事者間の公平ですよねなんでまさにこれが趣旨にかなった解釈の仕方だって話なんで、まあ、正当化できますよねこの解釈論ね。えー、で一度弁済の提供しただけは足りず、まあ、弁済の提供の継続がまあ必要なんだって話なんですよね。 まだ、ね、この契約存続していることを前提に相手に債務を、まあ、履行を求めるにあたって、ねえー、その反対当事者が同時以降の公弁権を主張した時はそれを打ち消すにはその弁済の提供を継続しないといけないと履行上の権連性公平性の観点から単に1回弁済の提供をしたというだけでは足りずね、えー、相手方の弁済、えー、同時以降の公弁権を打ち消すためにはその提供を継続しないといけないんですよというのがここでの話になりますね。で本件のの問題の処理にには関係がないいんででですけけども、まあ、ついでに3を見ていきまししょうあの1回提供しただけで相手 事案もあるんですよでもそれちゃんと理由がありますのでね意味があることなんでちょっと見ていきます矢印のところです。 えーまあ、履行地帯の債務不履行に基づいて、まあ、の債務不履行で契約解除するとき、ねえーまあ、そういう場面ではもうもやもやさ履行所の権連関係維持することはまあ無意味なんで、まあ、一度、弁済の提供をしたことで足りるんですよと、まあ、次のブロックのところですが、まあ、相手方の、あちなみにあのこれちょっと債務不履行の項目から勉強しないと本当はいけないことなんだけどあの履行地帯で例えばの債務不履行で損害賠償請求したりとか、まあ、履行地帯でまあ契約解除をするにあたってはその履行しないことが違法だということが、ね、価値判断的にまあ必要になってくるんですよ。 で例えばその相手方にその債務者の方にに同時以降の抗弁権なんかがあるのであればそれは債務者が履行しないことが正当化できるわけですから履行しないことが違法であることというその、ね、債務履行の,その要件を満たさないことになっちゃうんですよね。でそういうのが頭の中に入っていることがまあ前提なんですがそれを前提にまあちょっと2個目のブロックを読んでいきましょう。 相手方の同時以降の公弁権を奪うために、弁済の提供を継続する必要があるのか、一度の提供で足りるかは、相手方に対して契約上の債務の履行を求める場面なのかね、それとも契約を解除して終了させる場面なのかにより異なると、で要はね、契約解除するときだったら、もうこれ以上、履行上の懸念性を維持する必要がないから、一、まあ、回、弁済の提供をすることによってで、その債務者の同時以降の公弁権を潰しちゃってね、で以後その債務者が履行しないことを要は履行中 同時状態にあるるることをもう正当化する要は同時期の公弁権消しちゃってるからね、まあ、履行しないことをまあ違法にして、まあ、それで履行したい責任が問えるんですよって話なんですよね。というわけで、えー、まあ同時期の公明に対してはまあ弁済の提供の継続あるいはまあ一度のまあ弁済の提供がですねその同時期の公明に対するまあその反論になる時があるんですけどもその反論としてどこまでのことがまあ求められるかによってはその事案によって異なるんですよとでその異なるポイントっていうのはやっぱその公平その制度趣旨っていうのがやっぱ同時期の公明権の制度趣旨っていうのは公平でありますから。 その公平を実現するっていう観点からね、まあ、相手方にそのどこまでの行為をまあ要求するのかっていう話になってきますよね。まあ、履行をそのまま継続するんであれば公平の観点から継続が必要になるでしょうと、まあ、1回限りでもうそれ終わりで契約を終わりにするような履行地帯の解除が問題になるような時はそれは一度まあ提供すれば公平の観点からまあ十分でしょうっていう、まあ、そういう、ね、価値判断が最初からその解釈論でね制度史の解釈論がまあその要件 いや効果の方にねこういうのも全部基本知識なんですよちゃんと基本知識のインプットのところで理解を、ね、していかないといけないわけねこれがやっぱり論文試験に対応するあの基礎学力なんですよね司法試験とか予備試験ねさてで、えー、大体これぐらいのところまでいければ今日の私の回答例が見られるんじゃないかと思うのでちょっと見ていきましょうかね では、えー、回答例ですけれども、こちらがですね36ページになります。36ページね、まあ、これちょっと丁寧目に書いてあります。で36ページね、まあ、これちょっと小学者の方でも分かりやすいようにするためにね、まあ、実際、答案にするときは時間が足りなくなっちゃうから、この線引いてあるところ中心にね、間のところはもうあの点数を落とすの覚悟でね、端折っちゃっていいんですよ、別に100点満点取らなくても受かるからね、あのまあ、その線引いてあるところを書くんですけど、一応、ちょっと丁寧にね、一回理解していきましょう。じゃあまず縦です 第一説も、ね、一応確認ねとにかく今回まあ松茸が滅出してしまいましたと今回ねまあたキ5まあ5、まあ、0万で売るんだって契約してますけど、まあ、引き渡し前に松茸がまが盗難にあってまあ消えてしまいましたと、えー、それにもかかわらず、うん、その代金支払い請求できるかどうかね、まあ、そこのところがまあ聞かれてるって話ですよねじゃあそこでえ縦一のとこですね、えー 36ページの第一の縦一のところですが、本件売買契約の目的物たる松茸五5キログラムの引き渡しがないことを理由に、A が B の代金支払い請求を拒絶、まあ、してるにもかかわらずね、B が A に本件売買契約に基いて代金支払い請求ができるためには、まあ、結論からしたらさ、あの この危険負担のね条文この適用要件満たすかどうかという話になってきます。えー、丸1、えー、飼い主の受領地対地の目的物の滅失損傷があった場合にその滅失損傷の危険が飼い主が負担する旨のねまあ、4132の,の2項及び536の2項前段この組み合わせの法律構成ねこれさっきの法律構成丸1でご紹介したやつです。あともう一つが丸2で、えー、これらと同室の規定が、えー、567の2項の適用ね、えー、が肯定されることがまあ必要になるんですって話ね。実際時間がなななかかったららささこんな長く書けないももう本件さ絶対にの2項も 物特定してんのは明ららかかだから本件567の2項で相手が代金支払い請求拒絶してるにもかかわらず代金支払い請求できれば検討するって思って本当は3行ぐらいでねいやもうさらっとここ終わりにしたんだけど今日ちょっと丁寧にやってますからね、まあ、実際はもう明らかに物が特定してる事案だからどう考えても567の2項が使われる事案なんでね、まあ、こんな丁寧には書かなくてもいいんだけど今日はちょっと小学者向けにね丁寧にやってます。 2つ法律構成が出てくるわけですよ、重量地帯中の物の名出についてね、ねその危険を飼い主、売り主、どっちが多うのかってことに関しては、この2つの法律構成があるんで、えー、で特定があったときに567が使われるっていう指摘をしておきましょう、えー、それがこの縦1の下から2行目ですね、えー、丸一または丸二の法律構成の適用関係について、5671項の括弧書きによると、売買の目的物が特定しているときは、ね、まあ、567の2項が適用されると考えるとか、そういう形でことで一応ね、ね2つの法律構成整理しちゃうといいと思いますね。 検討すす。るとといいと思いますそこで縦にカッコ1ですがまず特定があったかを見ていきますと本件売買契約の目的物はマツタケ 5kg でありますとでそれは当事者が目的物の構成に着目せず、ね、種類と数量に着目したものと言えるため、まあ、本件、ね、種類物売買なんですよと。 特定の時はさっきり、まあ、これどんな債務かによって特定の要件変わってくるからね、引き渡し債務なのか、持参債務かによってね。なんで、そこで債務の内容を特定しますよね。というわけで、えー、縦2括弧1の3行目、まあ、種類物売買である、丸、そして、えー、目的物の引き渡し債務の債務者である売主 B が債権者への同意を得て給付すべき物を指定した事実がない本問においてはね、これも一応あの特定の要件の一つなんだけど、本件この要件満たしませんから、まあ、結局この太字のところです。な をしたときにま特定するんですよとでどのような行為がこれに当たるかはまあ名文がないんでね解釈によるんですけどもまあ、特定が生じると売買の目的物は以後その物に定まり債務者は目的物を市場から調達する義務を免れるという利益をね得られることにま着目して特定が認められた場合にはそれやっぱね債務者のこの調達罪をねこれ免れに値する行為をしたときが必要なんだという感じでまやってきますで具体的には上じゃどうなのか。 ってて話ででですけどでここで取り立て債務だって指摘を結論というのは分離準備通知っていうのを出すんですけど、まあ、そのね前提として本件が取り立て債務という指摘をする必要がありますね。とけで縦2の括弧1の下から4行目の「そして」っていうところですね、えー、そして本件売買契約は21日夜に目的物を B 商用の「オツ倉庫」で引き渡すことを内容とする取り立て債務だと、ね、この指摘をしますでそうするとほら特定の要件出せるじゃないですか。 おなじみの分離準備通知、ね、で一応言っておきますあの本件あの引き渡し事実がもう21日で決まってるから、まあ、本当はあの通知いらないの、ねまあ売り主としてはその薬状のものを、ね、分離して準備して買い主が取りに来るのを待ってればもう,う売り主としてはやるべきことをやったからね、まあ、無限の調達義務を免れさせずに値することをやったんだということでまあそのね、えー 必要な行為完了したというふうにも言ってもいいんだけど、結論変わらないから、もうやりません。そこのところはね、ここのところ。やっても、その後、まだ大事な話が残ってるんで。もうここ、あえてやんないっていう、そういう戦略に出てます。ね、で、これも作戦、もう合格するための作戦ですよ、ここのところね。で、あえて点数を落としてるんだと思うんだけどね、本当は。こんなの試験交際も知ってるはずなんですよ。ね、約定、取り立て債務の中でも、その約定記述が、もうきまっ、約定記述があるって時は。当然、通知はいらないっていうのは、試験交際は知ってるはずで。そこを書きば、点数が、多分振られてるとは思うんだけど。そこやっちゃうと、その後もっと。 まだ大事な話が結構残ってるんでね書けなくなっちゃうからあえて書かないとにかく55点から60点を取っていくんだっていうところですよで合格するためにはね、まあ、そういう感じでそこは書かないということですね。というわけで 縦2括弧1の下から3行目は取り立て債務である丸このような債務については債務者が調達義務を免れるに値する行為をしたと消化できるには、ね、目的物を他の目的物から分離した上で引き渡しの準備をしてそのもを追出することが必要ですよと。で、当てはめしますとで当てはめは多分ねあ,のあっさりいけると思いますよ。わりかし事実関係が明確でしたからね、この要件満たすってのね。で、カッコ2で、本文を見ると B は本件売買契約の役場にはまさに5キログラムの箱詰めを置いているため、まあ、分離と引き渡しの準備をしたと言えますと。また B は引き渡しの準備が整った旨を A に電話連絡している ので通知も増しているということね。まあ、したがって本件売買契約の目的物が白詰めしたマスサケ5キログラムにまあ特定しているということになりますね。なんで本件ではカッコさんの覚ですけど567兆2個ね。これが使ってこれをこっちの方を使ってね処理がされると。 いうことになってきますで縦3の括弧1ですでが縦3括弧1特定型本問においては567条2項の要件を充足すれば B の代金支払い請求が認められるとでこのあとほらさっきあの要件要件丸一丸二丸三ってやったでしょあの、まあ、要は簡単に言えば弁済の提供があるかどうかね要件1個目それから要件2個目何ですかっていうとまあかねあともう一つが最後あの当事者双方の奇跡自由によるようなねなんだけどねそれはちょっと解釈論が、まあ、必要になってくるという話ですけどその要件3つをこれからね 検討することに今なってきますでは見ていきましょう 縦っこい1の2段落目のところですがまず、同行の要件のうち売り主が契約の内容に適合する目的物を持ってその引き渡しの債務の履行を提供したと言えるかをまあ見ていきますで何をもって、ね、債務の履行の提供があったと言えるかについて、まあ、弁済の提供の方法を、ね、規定する493これがヒントになると思うんですよというわけでその493によると原則債務の本心に従った現実の提供が必要とされていますが、まあ、例外として債務の履行につき債権者の行為を有用するときは弁済の準備と通じて足りるんですよということですね。で。 本件売買契約これどっちなんだと原則論が適用される事案なのか例外論なのかって話なんですけど本件売買契約の債務は A が B 所有のオツ倉庫に松茸を引き取人に行くことをまあ内容とするものだということですね。ねつまり 目的物の引き渡し債務を基準に考えると、介入士である債権者の行為がないとね、履行できないんですよね、まあ、そういう話になりますので、えー、債務の履行につき、債権者の行為を要するものに当たるんですよという話になります。そして前日の通り、えー あだからそれゆえに現実の提供まで不要でね、まあ、準備と通知をすればいいっていう話なんですけどそして前日の通り B は本件売買契約の内容に適合するマスキロ 5kg につき準備通知をしているのでもう特定のところでねもう検討してますから特定の要件満たしてね準備通知満たさないってことはありえないからこれ完全に代償関係になってるからねだからこれはさらってやります、まあ、準備通知をしているので売り主が契約の内容に適合する目的物を持ってその引き渡しの債務の履行を提供したと言えるってことねだけど567の要件3つあるうちの1個目が片 続きましたよ、ね、で今度2個目の要件でそれは受領拒絶か受領不能って話なんですけどもそれをねちょっと事実関係に即して見ていきますと括弧2ですえ次に A は薬状の記述にートラックが盗まれたことで松崎を引き取りに行けなくなったとまあ述べてるとでここはさっき採点時間で悪い例だったけどあのここ別になんか支払いあの目的物の,あの引き渡しの延期とかそういう話にはないあ,のありませんからねここ余計なこと書かないようにしててくださいね。 でそこで、かっこりの2行目のところですがマツタケ 5kg くらいなら、まあ、別に5キロってそんな大して重くないですよねだってお米の袋で5キロってまあ普通にスーパーで売ってて、まあ、主婦の方女性の方でもその体力がないような方でもね、まあ、普通に持ってるとは思うんで別にトラックじゃなくてもいいじゃないですかって話なんですよ。まあ、そうすると 5kg くらいならトラックを使用しなくてもタクシー等を利用しても受領可能だということでだからまあ受領不能じゃないんじゃないかなって話なのね。受領不能じゃないだろうできるだろうとできるのにやんなかったんだろうじゃあ受領拒絶じゃないかっていうそういうふうに見る余地もあるんだけどこれはまあどっちの受領不能か受領拒絶の要件を満たすんでねでどっちか満たせばもうこの要件 この括弧二の要件も満たしたことになるから、それ以上をもう突っ込まないっていう作戦なんですよ。ちなみにあの昨年の、あの、私のね、矢島の論文完成講座の答案では、これをね、あの、受領不能だってことを特定したの。でも、ちょっと答案長くなっちゃったかなと思ってね。まあ、結論に影響ないのに、あんまり、こう、ほら、長くやってもね、時間無駄だから。だから今回はもう、そこを踏み込まないでね、さらりとやっております。 というかっこいいのとこですけど、まあ、いずれにしろね、まあ、5672項の飼い主がその利己を受けることを拒みまたは受けることができない場合へのを要件に該当するってことね、まあ、いずれにしろこうやって事実を問題文にせっかく具体的な事実がありますからその事実の指摘と評価はね欲しいなというふうに思いますね。 さてで最,後の最後の要件に来ましたねそれがカッコんですでこれがもう本丸ですよ今回のやっぱ一番あのメインになる要件だと思うんですけどこの奇跡自由の話ねさっきほら鍵2個二重の鍵なのか1個の鍵でいいのかって話だからここがもう本件の本丸になりますがカッコんのあのとこです、えー、以上の一と二の要件を充足する場合においてね、えー、その履行の提供があった以後に、えー、当事者双方の攻めに来することができない自由によって目的物が滅ししたと言える時はね、まあ、567条の2項これ要件満たすことになるからその効果が生ずるんですけどまあ五 5672の効果として A は B の代金支払い請求を拒めない結果ねで結論はこれ聞かれてるのは B の代金支払い請求が認められるかって聞かれてるんで説問1はね、まあ、結論567の要件を満たせばその効果として B の代金支払い請求が認められることになるって一応確認してます、まあ、時間がなかったらここはしょっちゃいますけどね <laughs> ちょっとくどい感じがするけどね、まあ、一応ちょっと丁寧にあの書いてます で次の段落のところですが、えーでね、前期1と2の要件で、要はさ、あのまあ、債務の本使にしたかった弁済の提供じゃないですか、まず1個目が。で2個目がまあ受領 拒絶か、まあ、受領不能なんですけど、それって結果の弁済の提供とか、あとは、その。受領自体の要件と完全に重複するんですよね。なので、そこをちょっと指摘したいなと思うんですよ。というわけで、前期確証確認の要件は、まあ、受領自体の要件にも、まあ、なるためね。えー、ね、本紙弁済の提供と、受領不能受領拒絶って、これ、受領自体の要件なんですよ。なので、ええ、五、六、七の二項は。実はね、受領自体と密接不可分の。 条文なんでですすよこととこここがかりま飼、まあ、い主の治療経済等による治療地帯中の目的物の滅出または損傷の危険を飼い主に負担させる趣旨のまあ規定なんだとちょっとね治療地帯の413のところと条文ずいぶん離れたところに567ってあるんだけど、まあ、実は同じ趣旨の規定なんですよって話なんだよねでねそして413の2の第2項によりますと、えー、治療地帯後の、ね、当事者双方の無責任による滅、え、出、ー、損傷は、えー、あでこれはさっきの話あの 飼い主の奇跡自由というふうに常にまあ見なされちゃうからだから条文の文言はねあのまあ当事者双方の奇跡自由によることが責任に期すことができない自由ってなってるんだけど実際には飼い主の奇跡性の有無を問題とすることなくね 売り主である債務者の責任に期することができない自由が認められればこの567の要件充足性ね十分なんだっていう話なんですよねあと価値判断的にもこれ結局ほら要件充足するときは誰が不利益を負うんですかっていうとそれ受領した,し,たし,たした人ですよねつまりその受領してない買い主の方が結局危険負担するっていう条文だからまあ、価値判断的にも別にあのその効果をほら負わせるところに問題ないじゃないですかだからそこは問題にしなくてもいいんだって話になりますね だからメインは結局、債務者の奇跡性、ここの検討がすごくまあ大事になってくるとでここでほら事業地体整理してるしてるから注意義務が軽減するわけでしょ。前回 全管注意義務からその、ね、事故の財産に対するのと同一の注意義務にまあ軽減されるからその話を組み合わせないといけないのね、ここですよね、ここが本件のポイントになってくるということ、そこで縦位、えー、の各課のところですが、売り主 B の軌跡事業も検討していきますと、種類物の特定により B は目的物のほかにつき、全館注意義務を負いますよと、これ特定の効果の一つね。えー、で、えー、A に事業地帯が成立したことで、えー、さっきの要件、要は5672項の要件丸1 0 2を満たすというのは、イコール事業地帯の要件を満たしたことになるから、 事業自体が成立すするんですねなので A に事労自体が成立したことで B の注意義務が軽減され B は事故の財産に対するのと同一の注意を持って、ね、目的物を保管するんで足りるんですよって話ね。というわけであとはもう当てやめ勝負になります。でちょっと一つ本件履行補助者あの C さんが実際にあの鍵をねあの本当に1個かけなきゃいけないところを1個しか鍵をかけてないっていう問題があるので、まあ、その C さんのね理工、まあ、補助者ということでその履行者の故意過失っていう従来のね、まあ、話が一応問題になってくるって話になりますね。 でそれに2段落目のところ次の段落のところですが、えー、B は目的別の保管のために、えー、C を使用しているところ、まあ、C のようにね債務の履行のために使用されているものを履行補助者と言いますちなみにこれ覚えておかないとまずいですよ、あのー、ちょっと基本知識のところ確認していきましょうはい目次を見てくださいここちょっと忙しいから頑張ってね頭、あのー、しっかりですね <laughs> ちょっとさえさせて、ね、眠い人も頑張って、えー、ちょっとね、えー、シャキッとしてついてきてほしいんだけど1ページの目次の第2の5のところの基本知識履行補助者は、ねあのー、ほら34ページのところあります。 で34ページを見てください、で、離婚補助者の定義は、これあの、過去の、ね、過去問であの、平成25年の司法試験の採点時間に、履行補助者の定義書いてくれてるんで、まあ、これにあの従ってますで、そうすると、採点時間、ちょっと見てください、1、はい、行目のところ、ね、債務者が債務の履行のために使用するものですけど、まあ、これを使ってますね、まあ、詳しい話はこの下のところに書いてあるんですけど、まあ、ちょっと今日はは、ね、そういう基本知識の話をあのする授業ではないので、ね、こちらのところは割愛します。ですので、ちょっとこの過去問の理解に従ってますね。あとついでに 35ページ見てくださいあの履行保持者の行為を債務者の要は責任にすることができるのかどうかって話なんですけど法改正前は、ね、そうい,ういわゆる債務履行責任というのはまあ貸失責任主義なんですよとでその履行保持者というのは結局ね理工者の行為を過失というのは審議則,審議則上その債務者の行為をとまとどうするんだという議論がありましたが、まあ、債権法改正によって基本的にはその、まあ、必ずしも、ね、その貸失責任というわけではなくて債務履行責任というのはまあ契約責任なんだと契約の拘束力を、ね、中心に、まあ、債務者というのはそういう債務の履行を する契約をした以上、ね、その契契約約にに拘束されるがえを守らなかったら債務履行責任を負うんだというそういう考え方になったとっ言われてますよね。まあ、今のところ最高裁判例が出ていないんでそういう学説をちょっと元に今考えていくんですけどでそういう学説をまあ元にです、ね、じゃあ履行者の行為を債務者の行為というふうに言えるのはどういう まあ要件のもとに、言えるのかというと、やっぱ契約の解釈、によるんですよ。でそれが、まとめです。で例えば本件みたいに、まあ今回、その、松崎の保管義務、の、不履行が、まあ問題となっていますけど。例えば、そういった、まあ目的物の保管義務、に関しては、まあ契約をまず解釈しますよね。まあ本件売買契約っていうのがありますが、その契約を、まあ解釈、まあいたしまして。まず、そういう、債務の履行、に履行所者、が、を使うことができるのかどうか、ところもまあ含めてね、考えていきますよ。で仮に、使うことができるんだってことになるんであれば、それは、その債務の履行、の過程に、履行所者が組み入れられてる。んだ ってことになるんですよね。そして、その組入れが許されるんだとしたら、そういう状況の下でですね。履行補助者がやらかしてしまったことを、じゃあ債務者が責任を負うべきなのか、それも全部契約の、まあ解釈で、まあ決まってくるんだと。いう話になってきます。で、本件、本件、まあ事案ちょっとね、分析していくと。まあ単なる、要は末席5キログラムの、まあ引き渡し債務じゃないですか。それ必ずしも別に B. がやんなくてもいいでしょ。その B. さん本人がね。で、おそらく。まあ履行補助者を、その使っていくことは許される契約の解釈上ね。まあ許される、まあ事案になりますので。まあ債務の履行の過程に、まあ。 C さんん組み入れられらてるんだろうと、まあ、その代わり組み入れられてるとは言ってもね、えー、最終的にはその物を保管して聞き渡す義務のところまではその B さん飼い主、まあ、追ってますから、まあ、結局そういう組み入れられてるいることを前提としつつもね、えー、C さんがやらかしてしまったことは契約の解釈上売り主である B さんがまあ責任を負うべきなんだっていう話になってくるので、まあ、本件においてはま結論としてはね、まあ、C さん履行者 ではありますけれども、まあ、そのやらかしてしまった行為に関しては、B が責任を契約の解釈上負うべきなんだという結論にまなるんだと思います。でこれが今、その理工所者の、ねまあ、問題なんですけど、こんな喋ったことを当にかけるわけないですよね、だからそれをまあ時間足んなくなっちゃうから、こういうふうに書きます、私の回答例を見てみましょう。私のののの回答例の続きのととととこここころでですががささららっっっまま今長く喋たをページ 37ページの最後の方の、イのカッコアのところで、まあ、とにかく今、事故の財産の同一の注意という話でしたよね。それを、えー、C さんの話を踏まえてやるんですが、カッコイのあの、えー、2段落目、えー、B は目的物の保管のために C を使用しているところ、C のように債務の履行のために使用されているものを履行者っていうんですよと、で債務者が、えー、債務者が履行者の注意義務違反に、ねえー、対する責任をうかは、債務者の発生原因たるね、あ、これ債務者じゃないな、これ債務だな、債務の発生原因ね。 債務の発生原因たる契約の解釈による決すべきだとで、えー、本件売買契約の売り主 B の債務の究極の目的は、まあ、役場定通りの松つを A に引き渡すところにあると言えるため、まあ、契約の解釈上を B は、ねえー、引き渡しや引き渡しまでのほかにつき C を使用してなすことは許されるがだから要は契約の履行過程に組み入れることはできるんですよとだその代わり責任を負いましょうねって話なんですよね、えー、まあ C を使用して利益を得る以上を C の全管注義務に対する責任を負うべきと言えるってことね。 のののの注注意意義義務務違反ををね、まあ、事故の財産にに対すするる同一の注意義務の判断をするにあたっては C さんのところを考えてもいいんだって話なんですよね C がやらかした行為それを踏まえて B さんが事故の財産に対するの同一の注意を尽くしたかどうかってことを判断していくんですよっていうそういうことを言ってますじゃあ当てはめですでこっから先はもう皆さん次第で、ね、さっき言った通りさ、まあ、そのまあ一応ね 盗難が多いってことで、まあ、警察から注意喚起されてると、まあ、だから二重の鍵していかなきゃいけないんだとかって話になってで、結果的にはま1個しかまあ鍵してなかったんで、まあ、そこのところをどう捉えるかっていうのはもう皆さん次第ですからね。らここから先は自由があります。じゃあ一応見ていきましょう。 以上の観点から B に奇跡自由がたる,、ね、る,る注意違反があるかを検討していきます37ページの下から4行目のところですよ以上の観点から B に奇跡自由がたる注意違反があるかを検討してます近隣で農作物の盗難が相次いでいる警察から、ね、注意喚起があったことからすれば仮に B が全管注意義務を負う場合、ね、A に引き渡す高価なまっさが盗まれないようにするために普段通り簡易な条のみでね施錠するだけじゃなく強力なこのね倉庫上で二重に施錠すべきだと、まあ、しかし で私これ個人的な意見線引いているところはまあ自分の個人的な意見なんですけど9月の午前7時過ぎ頃で周囲が明るくね、まあ、盗難に遭いにくいと思われる時間帯におつ倉庫のそばにあるりんご農園で作業する間であればね、だ、まあ、普段通り女王をするだけでね、まあ、B としては事故の財産に対する同一の従業員も尽くしたと言えると、まあ、言えるんだってことです。ね。えーで あここは皆さん、自分で考えてくださいね、この通りじゃなくてもいいからね、えー、で盗難につき、私はまあ B については注意義務違反がないといううにやりました、まあ、したがって目的物の名質はで、これで567の条文に戻りますあの、条文の文言にもかかわらず、債務者の奇跡中だけ検討すればいいって話は先にやってますからね、あえてここでもう一回やる必要ないと思うんで、その冥質というのは当事者双方の責めに来することができない自由によるものと言えるということですねで、私の個人的な考えとしては、本件では567条2項の要件をすべてまあ充足しますので、その法的効果が発生しますよね。そして 法的法廷かっていうのはまあ大雑把に言えばまあ受領地帯中の物の滅失に関してはそれは受領したをしたそのね売りのあと飼い主の方、ねまあそれがまあ悪いわけですからまあ飼い主がその危険をまあ負担するべきなんだって話になるんで,でまあ本件の事案の具体的な処理のもととしてはまあ結局まだ松茸はね引き渡してはないんだけど結局 代金の松崎の引き渡しは受けてないんだけど、代金払わなきゃいけないことなんですよ。で、今回質問1としては、まあその b の方の立場から聞かれてるからね代金支払い請求できるかどうかということで聞かれてるから、まあ、結論としては代金支払い請求がまあできるんですよ。というね。まあ、そんな感じのまあ答えになるんじゃないかというう思いますね。というわけで。 以上になりますでまあこんな感じでまあ過去問をねやってで趣旨実感なんかを見てるとなまあ何が自分に足んないのかっていうのが、まあ、よくわかるんだと思うんですよねでその多くの場合が大体いい基本知識のまあ理解が自分ができてるんだとは思ってもねそれが意外とこうやってやるとわかると思うんだけどね今回だったら同時以降の公弁権なんじゃないかって思っちゃったりとかするっていうのはやっぱそこはちょっと若干甘いところがあると思うんでそれを試験までにまあしっかり詰めてまあもらいたいってことですねで一応まあ私の方ではあの矢島の促進プト講座っていうところでその基本知識のね、まあ、勉強したりとかあとこういう答案ですね、まあ、こういう過去問の答案なんか矢島 論文完成講座の方でまやってますけど、まあ、自力の自力で勉強するのが大変だって。人はねまあ、効率よく、あの予備校の講座なんかをね。利用してはいかがでしょうか？というね。まあ、そういう話でありますね。というわけで、まあ皆さんのね来年の合格を祈念しておりますので、しっかりとね。勉強していっていただければというふうに思いますね。じゃ、今回の無料公開講座、こちらの方で終わりにいたします。どうもご清聴ありがとうございました。